案内先指定ですか？今は蘭城ですね。設定上。はい。神槍じゃないですね。今は。ちょっと役職教えてもらっていいですか？これ霊媒ですか？狩人ですか？霊能者と騎士と、占い師。なるほど。OK です。あ、マスター、人集まってますよ。マスター。各プレイヤーのですね、個人。え、俺？誰がいる？ 9 番さんがいいんじゃない？多分、しっかりしてる。多分、しっかりしてそうなんだよ。1個取ります？じゃあ。俺何番？2番です。3番さんどうぞ。はい、3番です。5番さんいるんですかね。4番さんどうぞ。4番です。5番どうぞ。あ、6番です。7番どうぞ。はい、7番です。9番さんどうぞ。あ、8番さんだ。8番さんどうぞ。8番です。9番さんどうぞ。はい、じゃあホストになったんでホストやりますね。とりあえず1番さんどうぞ。はい、1番です。5番さん、点呼お願いします。はい、5番です。よろしくお願いします。はい、皆さん、点呼取れたんでありがとうございます。ルール説明していきます。初日1周目は口頭、2周目からチャット使用、CCO は解禁です。チャットの使用は、役職者の結果貼り、コードの結果貼りのみにします。考察チャット、雑談チャットはなしにしてください。あとは、配送か。配送条件に関しては、2人以上の接続切れ、1人でも狼陣営がいたら狼陣営の負けとします。2人とも村だったら村陣営の負けとしますので、よろしくお願いします。あと、墓場からのギフトはなしにします。何か質問ありますか？はい、じゃあ、なさそうなので、準備完了、全員揃ったら、やっていきます。はい、気持ちはわかると思うけど、まあ、誹謗中傷暴言とかは、なるべくなしでお願いしますね。始めていきます。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は騎士です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。9番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。9番、天文日と申します。進行論か。そうだな。まあ、役の動きに関しては、占い師さんがしっかり述べてください。それで、役の人は動けばいいんじゃないかなと思ってるし、俺も役だったら、まあ、あまりど、なんだろう、自分のこういうふうに動くっていうのは特別決めてないからなっていうような感じかな。まあ、そんなことかな。で、自分の進行論と、占い師さんがいた進行論が違うからといって、まあ、他のグレーの人とかでもそうだけど、そこで黒塗りしたりとかっていうのは、あまりにも不当だと思うから、しっかり別の要素で、白黒に、はっきり理由をつけて喋ってほしいなって思うかな。2だったら、霊能プリティだし、占い3しようだったら、占いから手かける。そんなとこですね。はい。じゃあ、1番さんどうぞ。1番のプレイヤーが発言します。
はい、占い師でした。7番さんにランダム白刺さってます。把握お願いします。そうですね。9番さんに関しては進行論のみだったので、2周目かな。2周目に期待っていう感じで。僕も進行論言うとするのであれば、柱とかスライド、アーマーとか、この辺する人、僕釣っちゃう病気なんで、しないようにしてください。騎士に関しては、また2週目に騎士に関しては喋ります。霊能は1週目で出てほしいかなと思ってますかね。そうですね。はい。そんぐらいかな。うん。狩人、潜伏する場合は、黒くならんといて占い地に入ってこないでとだけ言っときますかね。以上。2番のプレイヤーが発言します。うん。一番の占い師さんがちょっとようわからんの。言ってもらえれば。7だったかな？わかんない。聞き間違えてたら、まあ誰が言ってもらえれば。そうですね。1番さん。うん。いいんじゃないの？9番さん。うん。そういう進行論あるなっていう。ああ、そうなんだっていう。だよね。7だよね。まあ、そういう進行論あるなっていう。っていう感じだよね。うん、あれ？うん、狼を釣りたいので。まあ、9番さんみたいに誰も釣れない人に一票入れようかなと思ってる。白狼ね。あ、白い狼を追いたいね。SG1 の村人を釣るっていうのは意味わかりません。SG1？ 黒画廊が村人なんでしょ？村なんでしょ？うん、じゃあ釣ってダメでしょ。白狼？うん、白画廊が狼なんでしょ？うん、だから俺はまあ、例えばね、今だったらね、9番さんみたいな村かもしれないけどね。まあ絶対釣れなそうな人に一票入れようかなと思ってる。以上。3番のプレイヤーが発言します。はい、自分村人陣営でした。そうですね、2番さんはもうなんか9番さんのことをめちゃくちゃ叩いていて、9番さんそんななんか変なこと言ってたかなってと思い返したんですけど、まあ、わかんないですね。2番さんのその動きは何と思って感じです。9番さんは私はあんまり色落ちがなかったって感じです。トップバッターだし、そんなに考察伸ばせないしね。1番さんはなんか狩人って言ったり、騎士って言ったりしてて、なんかよくわかんなかったなって感じですね。私は別に、騎士の人は、まあ、出たら出たで村が精査しやすくなるし、ただ、騎士の人は、ほぼほぼ、1日目に噛まれちゃうから、あんまりこうゲームを楽しめないんですよね。っていうのもあるから、まあ、騎士の人に任せるって感じです。出てくれた方が私は村目線有利というか、精査しやすいんですよね。って感じかな。まあ、2周目頑張って伸ばします。以上どう。4番のプレイヤーが発言します。4番です。占い師ではありません。3番さん、まとめた形。2番さんが1を死んでみて、9を白狼1っていうところですか。で9番さん、進行論。ちょっとまあ分かんないですね、まだ。基本僕ね、占い師2人出てきたら人狼で見る思考なんでね、しっかり見極めていきたいなと思ってるんで、占い師からもできれば指定、釣り指定しっかりしてもらいたいなと思ってます。グレーもね、占い師の精査見極めたいと思ってますね。1番さん、まあ、早々に出てきたから今のところ印象いいんじゃないですかっていうところぐらいですかね。まあ、9番さんに一言ちょっと言えるとしたら、進行論の違いってね、得てして私敵陣営だと思ってますから、明らかに違う進行論述べられたらね、もう明らかにもう人外だと思い込みますからね。占い師はロラしたいって早々言う人なんて人外でしょ。進行論の違いはね、5番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。使用ありません。で、9番さんはまあ色落ちないですね。で、1番さんはね、そうだな、まあ変なムーブした人釣りたいみたいなこと言ってたけど、まあ僕もちょっとそれには同意かなって思ってます。まあとりあえずまだそれだけかな。で、2番さんはまあ変なムーブしてたから若干ちょっと印象悪いかなって思ってて、3番さんは、まあ、騎士に結構触れててね、まあ、騎士なんかも完全に3番さん騎士じゃないみたいなムーブ見せてるとこがちょっとムラリないのかなとはちょっと思っちゃってますね。で、4番さんは、そうだな、振動に見るっていうのはちょっとロックしすぎかなっていうのと、
まあ、進行論の違い、敵陣営。まあ、あまりにもね、極端な逆だったら、そうでも、そう見えてもおかしくないかなって思ってるけど、2周目釣りってあげます。6番のプレイヤーが発言します。あ、はい、よろしくお願いします。自分、村人陣営でした。特に使用ないです。で、まあ、9番さんから順に触れ、あと1番さん、7番に白出し把握です。9番さんから触れていくと、まあ、明らかに、占いロラから行くっていう、まあ、自分もみんなと一緒の意見なんだけど、おかしい進行論だと思ったね、ちょっと。まあ、グレー寄りの黒っぽいなのかなって思いました。で、1番さん対抗いなかったら、まあ、このまま、一進で見ていいのかなって思います。で、2番さん、まあ、2、3、4、5、は、まあ、似てるような意見だったんで、特に色落ちなしってところです。まあ、このまま対抗いなかったら、また2周目発言していきたいと思います。7番のプレイヤーが発言します。ラビット時点特に必要ありませんっていうところでね、俺6人村しかやったことないんで、初心者なんですけど、まあ初心者だからって言い訳したくないんで、進行論ちょっとゆっくりもう一回話してくれる人いたら嬉しいなっていうところです。でね、これは一人一人触れていけばいいのかな？9番さんが進行論の違いで叩くなみたいなの言ってたんですけど、まあ進行論違ってちょっと黒く見えちゃうよねっていうところはあるかな。で、1番さんが俺に白出し把握しましたっていうところで、まあ8番さんが太鼓出てくるのかな、太鼓出てこないのかな、それはわかんないんですけど、まあまあ1に白出されたからって新目に見ることもなくっていうところですかね。2番さん、ちょっと時間足りなくね、2番さん、なんか一番新じゃないのって新置き、その場面で新置きするのはどうなのかなって俺的に思った。急に村のセオリーわかんないけどね。で、3番さんがね、まあ、9番さん4個してたかなっていう感じかな。まあ、騎士狩人の話が触れていたかな。あー、時間足りない。ちょっとセオリーちょっと話してほしいかな。以上。8番のプレイヤーが発言します。自分占い師です。6番さんがランダム素人出ました。はい、お願いします。ということで、まあ、結構、まず対抗について見ていくんですけど、まず1番さんっていうのは、僕結構まだ強靭目はあるかなと思っていますね。4番さんが、進路をロックして、するとは言っていたが、1番さんは、なんか村、実利を飲む人とかは釣るとか言っていたことから、なんか狼よりかはそれはなんか強靭のような発言かなと思っていました、僕は。なんか、実利を飲む発言っていうのは結構村、村ありはないけれど、結構村、人外がするような、ムーブではないと思っていることから、1番さんの強靭はまだ追えると思っている。で、グレーについては、9番さんの話発言が、9番さんはそもそもまず、進行論の違いから釣らないでほしいっていう前提から、占いロラについて話していることから、なんかそれを叩いている2番さんっていうのは僕は結構印象悪いかなと思っている。あと4番さんも結構印象悪いかなと思っていて、4番さんっていうのは1番さんがし、白い、新っぽいって言っている理由がめちゃめちゃ不当だったなと思っています。あ、2周目。9番のプレイヤーが発言します。はい、占いに必要ですね。例のいますか？例の。はい、僕例のです。例の者です。触れていきますね。一番さんの一周目の発言っていうのは、結構あやふやした感じ。騎士について、二周目で話しますねって言っときながら、一周目の最後の方で喋ってる感じが、なんか印象悪いなと思った。で、8の片白が6なんだけど、俺、8に白させて、6に白させてなかったら、6釣りたかったなと思って。俺、占い師、3CO だったら占い師から行くんだよねっていう普通の進行知ってるから、そこを叩き入れてる6番っていう風なのは、単純に意味がわかんないなと思った。で、あと、2、3、4、5って、3番だけが1を印象悪く塗ってて、2、3、2、4、5が、一応、締めに見るっていう発言を残してるから、6視点って、2、3、4、5をまとめて、一括りにしたところがすごい怪しいなと思ってるから、そういう6がちょっと怪しく見えてるから、8の芯もちょっと見れないなっていうから、正直、1、8に関してはよくわからないな。まあ、7番、1が2つでも7の片白は黒ではないかなっていうのが今の視点かな。まあ、わかんないけど。まあ、2番さんの俺を白露と置いた理由がもうよくわかんなかったし。どっちかというと、思考的には3番さんが、3番さんの方が、死に方としては一番似てるかなっていうような感じだけど、めっちゃ白っていう人がいないなって感じ。そんなところです。
1番のプレイヤーが発言します。はい、2周目よろしくお願いします。そして2、1番面ですよね。もうこの後に、霊能出てきても僕は、キューバサ死んでおきますね。2、1番面なんでカリード出てきてほしいかな。7番さんにカリが刺さってなかったら、7番さんがカリじゃなかったら、7番さん以外にカリがいるんであれば出てきてほしいかなと思ってます。はい。そうですね。はい。自視点の占い位置を狭めたいっていうのと、怪しいなって思ってる位置から、やっぱ騎士が出てきたら嬉しいんでね。で、2番さんが若干強靭に見えてます。釣れないとこを釣りたいっていう発言ですね。釣れなさそうなところに票を入れたい。強靭のムーブなんかなっていうふうに安直に思いました。ということで、7番さんじゃなくて8番さんについては、ローで追ってます。8番さんは今のところロー軸で置いてます。で、6番さんに関しては、囲いも追っていこうかなと思ってますんで、はい。で、2番さん強靭で見えてることから、グレーが、3、4、5なんで、3、4、5、3、4、5のどれかっていうんであれば、どこを釣りたいかな。ちょっと発言聞いてきます。3、4、5のどれかから、はい、釣り入れていきたいかなと思ってます。以上。2番のプレイヤーが発言します。うん、1番は半分合ってる。3、4、5なんだよ。俺を強靭に解いたから3、4、5。それでもいいんだが、俺は本来村なんだよ。何回も言ってるだろ。釣れないどこ行く。例えば今だったら4番とか釣れなそうだから4番入れようかな。3番？騎士じゃないんだからまともな村なら3番だよ。うん。俺が言ってることが何？キュアピなの？キュアピじゃないだろ。誰も釣れないところに行くって言ってんだよ。3番に票集まるなら他のどこに行ってやるって言ってんだよ。そんな強靭がいるかい？仕事してないじゃん。霊能でも出ない？占いでも出ない？え、騎士でも出ない？そんな強靭だったらもう、俺、狼だったら、びっくりするわ。うん。俺、優秀なんで強靭だったら。うん。村の時しかやるわけないだろ、こんなの。狼でやるか？自分が釣り位置があるようなことして。変なムーブじゃない。村確定のムーブだ。まあ、3番、5番に関しては何さらっと流しただけ。釣り位置も上げてない。4番、なんか、独自の理論を話してた気がするけど。うん。ま、表が普通に考えれば3番、5番ってどこでしょう。普通に考えれば。ただ、8、1と8、1がローであればどういう組み合わせになるかを考えなきゃいけない。うん。俺の一票で釣れないんですけど。うん。それを人外って言うんだったら俺笑っちゃうわ。君たち人外の時にどうすんだ？釣れそうな村をするよな。それが人外の行動。俺は真逆言ってんだけど。うん。それを狂人？狼？うん。なら負けりゃいいじゃん。うん。自己責任の世界だ。うん。ま、人集まらないとこに入れてあげるわ。3、4、5。3番のプレイヤーが発言します。はい。そうっすね。9番さんと1番さんに関しては、釣り位置を、上げてほしかったなって感じですね。まあ、1番さんは2番さんを狂人で見てたから、まあ、今日、グレーから行くとして2番さんってことなのかな。この2番さんの動きをどう取るかがね、私はちょっと精査ができてなくて、いや、わからんだよな。1番さんは8番さんをローと置いたんだよね。でも、9番さんの対抗が出てないから、多分強靭潜伏してると思ってて、まあ、その後8ローで、2が強靭っていう1番さんの精査もまあ、わかるのか。で、8が、一番さんがローだった場合は、ローとか人外陣営だった場合は、結構難しいんだよね。7で囲ってる線も結構まああるかなと思ってて、7番さんはなんか初心者仕様うんぬんかんぬん言ってて、結構自己防衛感が強いかなっていうには感じたからね。17ローローで囲った線もあるかなとは思ったけど、でもそうするとやっぱ強靭がどこにいるかが分かんなくなってくるんだよな。どうしようかな、2、4、5だったら。でも2番さんのその動きは、なんかローでは、ローというか人外陣営側じゃない気がするんだよね。だから私、釣り位置上げるとしたら4か5、今日はグレーから行くならね、4か5に行きたいかなって思います。やっぱり騎士はね、4、5、2にいるんだったら出た方が
番目はスッキリするかなと思って、今日4か5のどっちかに行きます。以上。4番のプレイヤーが発言します。3番1番の発言聞いてないな。1番は2番を強靭で決め込んで3、4、5に縄かけたいって言ったんだよ。わかりますか？その1の思考、俺全然意味わかんないけど、強靭で見てるんなら縄かけろよって思うんだけどな、本当に。いや、8陣外で決め打とうと思ったんだけど、1番もね、ちょっとこんな発言するんならちょっとびっくりしたわ。あれ、俺すでにルームいませんって。俺追加したんだけどな。あれ？バグじゃない？延長できないな。あ、延長できた。よかった。え、いいんじゃね、うん、でね、1番も騎士炙るっていうのもあんまり好きじゃないな、本当に。まあ俺今日2の発言聞いてたら、発言の強さから人狼目見えないから3もしくは5かなと思ってる。5の発言聞いた後に精査しようかなと思ってる。皆さん6の発言どう思いました？9番が軽く触れましたけど。俺は例え話で9番の進行論に対して述べただけなのに、6番ねじ曲げたのご理解してないの皆さん。お、9番さんが占い師ロラしてるするって言うんならもう9番さん釣りましょうって言ってたの聞こえてなかった？それを8番が、それをね、聞いてたにもかかわらず、それを指摘した俺が怪しいっていうのも意味がわかんないんだけど、その点で俺も8番の陣外決め打ってやろうかなと思ったんだけど、全く話聞いてないから。6番の話聞いて8番どう思いました？教授に見えませんか？6番さん白出てるんなら俺も6に縄かけたいと思ってたけど、白出てるから仕方ないというところで1番売らないよ。6番、俺3、5どっちかで詰めるよ。5番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。そうですね。まあ僕もね、4番さん言ってたけど、1番さんのね、発言すごい気になっちゃったな。2強で見てて、なんで2強釣らないのっていう感じで。だから1番さん結構怪しくなってきたなって思ってて、まあ2、3、4なんだけどね、まあ2番さんはちょっとね、発言の仕方はね、ちょっと印象悪すぎるんだけどな。どうかなっていうのをちょっと考えてて、3番さんはね、なんかもう前半の方全然グレーに触れなくて、もうほとんどグレー精査してないってとこがなんか怪しかったかな。で、4番さんは1の発言叩いてたとこはまあ真っ当だったんだけど、あとまあその6番さんのその占いローラー、まあ確かにね、そんなこと一言も9番さん言ってないからね、まあ6番さん一番おかしいんだけど、まあ6番さん白先だからね、まあ、まあ、4番さんの話は特に気になることはなかったんだよな。まあでもただ気にならないから狼じゃないとは言い切れないけどね。だからまあね、そうだな。2番さんのムーブがどうなのかっていうのは気になってるけど、まあそうですね、3、2かな、どっちかって言ったら。そうですね。まあ、あとはまあ、今日はだから3人の順で現状行こうと思ってて、まあ、6番さんは黒いし、7番さんも現状ちょっと怪しかったかな。占い師はね、まあ明日触れたいかな、生き残ってたら。6番のプレイヤーが発言します。はい、2周目よろしくお願いします。なんか、9番さん占いロラ、僕のなんかミスでした。すいませんでした。で、まあ、グレー1上げるなら自分目線2、3、4、5、このどれかなんですけど、で、1番が2番のこと強靭目で見てるって言ったのにもかかわらず、3、4、5に縄を入れに行くのは、なんでか、気になりました。まあ、自分目線、今2、3、4、5の中ならば、まあ、3が一番黒っぽいかなってところですね。グレーに近い黒。今日は自分は3に入れようと思ってます。7番のプレイヤーが発言します。いや、ごめん、本当に9人目はわからないね。っていうところでね、グレー釣りで2、3、4、5っていうのは分かったんだけども、まあ1番さんの話気になったよね、ちょっとやっぱり。2番さん強靭目で見てるんだったら2で下ろせばいいのにって、俺的には思ったんだけど、これ間違いなのかなと思う。で、3、4、5だよね、行くとしたら。っていうことだよね。いや、どうなんすか？あ、俺、言ってももう、騎士は黙ってるけど、もう。どうかで乗っ取られたらもう負けだから。申し訳ないな、これ黒いな、俺。
そうじゃないと9番かまれっからさ、9番の方のために黙って、まあ、黙って黙るしかない。なんか6が3番入れる意味分かんなかったんだけどもね。いや待って、もう俺分かんねえよ。ごめん、ほんとに。俺全部白く見えちゃう。俺も困ってるわ。じゃ3番さん、うん、4。残るために3番に入れなくて4番に入れるしかないけど、4番入れるわ。分かんないわ。もういいよ、俺は入れない。誰も入れるもん入れるって言ったから、4番入れるわって言ってるから。これ3、4、5。約束は守ったから。うん。黒さんが見えねえんだよ。言ってること全部分かんなかったな。俺をしてくれればいいもの。6が3、いや、分からんな。いや、これ、分からんわ。3、4、5でしょ？みんな3に入れるって言ってるよね。ごめん、ちょっと。いや、分からんわ。これ4番が5番いる。 3?3 が一番ベターだけど、それは分かってるけど、つまんないな。ごめん、ちょっとごめんね、ほんとにみんな。8番。俺の票なんて関係ねえから、俺も8番の前に票入れるわ。今2周目頑張っていこうと思います。まず4番さんに返しておくと、僕は、その4番さんの黒要素っていうのは、初日の段、1周目の段階では言えてなくて、4番さんの1周目の黒要素っていうのが、まず1番さんが死んじゃないっていうのが、まず不当すぎて、1番さんっていうのが、早めの段階で出てきたから、新芽が出てるっていうのは、別に狼同士、夜の段階で話し合っていれば、別にどっちが出るかっていうことはできるから、4番さんのが1番さんが白、死んであるっていうのは、すごい、不当だなと思ったから、僕は4番さんが怪しいと思った。で現状も結構変わらなくて、2、4っていうのがかなり怪しくて、1番さんっていうのは、その2番さんが狂人であるならば、3、4、5ついたいって言っていたが、まあ、そこだけの発言だったら、そんな別にめちゃめちゃ黒いわけじゃないが、3、4、5で別に全然精査がついてないのに、3、4、5行きたいっていうのがマジで分かってなくて、それだったらば2番さんが人外であるならば、2番さん落とせばいいんじゃないっていうのが、いい思考にあなったかな。3、4、5で黒い位置落とすってなら分かるんだけどね。だからそこが結構1番さんはの黒要素であり、1番さん正直、初日の段階と、1周目の段階だと、強靭名も高いかなと思ったけど、1番さんっていうのはもうほぼ8をロー6してることから、結構、まあ、1番さんは狼あると思ってる。だから、釣、うん、まあ、られたら悪いね。しょうがないじゃん。これで釣られたら黙ってたが、結局、6の、人が要素も、言っていて、結局1、8の9番が一旦守れればそれでいい。取られたらもうしゃあないから。全然あると思っているから、僕は2、4のどちらかから落としたいと思っているかな。3番さんが現状一番落としたくないかなと思っているかな。うん、以上です。全プレイヤーの発言が、うん、まあ、その疑いにも、どんな。それなら3番いる。4番が 5番行こうと思ったけど、8番とのつながりを考えて3番。何番落とせばいいだな。あと俺騎士だし、あんまりにも消極的な。あと、危ねえ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、3番の遺言を発表してください。あと俺騎士だから。はい。そうですね。まあ、215で票が集まってて、2番さんはね、わかんないんだよね。なんかよくわかんないけど、1号は結構硬いのかなと思ってて、5番さんっていうのは4番さんのかなりの便乗位置だったから、まあ、私は5はローだと思ったから、5に入れたんだけど、1番さんはみんなが言ってる通りに2を強靭で追ってて、4を強靭で、なぜか3、4、5? あ、じゃあ、あの2から行くっていう発言にならなかったんだよね。で、8がもしローだったら、私にかなり、なんだろう、票が集まりそうだったから、3が怪しいって言って、入れればいいだけだと思うから、8は普通に死んだのかなっていう発言からは思っちゃったから。なんだこれ。2番さんは分からんのだよな。だから1号は結構硬いんじゃないかなと思ってるかな。まあ、9番さんに私の色を見てもらえば、あの私白って分かるんで、私はローじゃないからね。うん、強靭でもありません。うん、だから1号だと思うけどな。ただ6番さんも結構ね、怪しいんだよね。そのせいで8番さんの芯がちょっと下がっちゃうんだよね。6番さんは理由なしに私に入れるっていう発言して。あれね、いつもだったら俺もうさ、残されるのももう4番入れんだけど。ちょっとね、そこで8の芯がちょっと下がっちゃうけど。ね、俺残んなきゃいけないからさ。私が怪しいって思ったら、ね、絶対9番にしないといけない。1番さんが票固まってて、もうしょうがない私にあの票が集まりそうだから入れたっていう算結構強いのかなって思っちゃってるかな。以上です。噛んでくれ。途中の噛まなそうなんですよ。人狼に気をつけてください。騎士の方は
夜のアクションを行ってください。9しか守るとこねえわ。これ新占い師わかんねえわ。1な気もするし、新名勝負で勝てんなら1を。3番には犠牲になってもらったが、どうせ白なんでしょ、この反応を見ると。大事なのは占い先だよ。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。この動画見てねえよな。9番守ったよ。プレイヤーが発言します。動画見てねえよな。これよ、すごいところ噛まれるね。1番結果は動画見てねえよな。6白。ああ、もう占い師精査ね。俺8釣ろうと思ってますけど、もう8釣るよ。この人どうせあの狼占えない人だから、もういても意味がないと思いますよ。本当に2と4が怪しかったんでしょ君。もうとんでもないよ。こんな人残しててももう勝てないから、俺8詰めるよ。もうこれもはや感情っていうところ、もうそれだけだよ。7番になんか俺投票されたんだよな。わかんねえわかんねえわかんねえって言ってるやつから投票されるとめっちゃ怖いんだけど、なんだろう理由は何なのって思うんだけど。なんで7番占わないんだよ、8番。え？本当に。何なんだよ、本当に。確定しろ、産む方が楽だろ。それなら、4と5、どっちかが人狼確定なるんだから、そこで詰めれる。なんで俺噛んでんだよ、まずよ。伸ばし、5番。俺見てねえよな、本当に。なんで俺なんてピンポイントで噛んでんの、これ。はい、よろしくお願いします。そうだな。まあね、2番さん噛まれて地紙は多分ないでしょうね。うん、そうなるとね、まあ18の相方になるけど、まあ4番さん結構硬いですかね、これね。だって6白でしょ？ってことはよ、8が、84か、1だったら、そうだな。結構ね、2、3、白で、やべ、ちょっと沼ってきたな。まあ、3番さん、遺言でね、1号ローあるんじゃないかみたいなこと言ってたけどね、まあ、3番さん視点、そう見えてもおかしくはないなって僕も思ったんですけどね。まあ、占い師ね、今日はね、1が7、6占って、そうだな。そうですね。まあ、8番さん行こっかな。4、8のライン切りもあるんじゃないかなって思ってるしね。あ、でもそしたらまた1号とかやれるか、これ。1番は7、6、白打ってんでしょ？難しい。だから1番視点も4黒だよね。1番芯だったら。で、8が芯だったら、7黒になるか。難しい。そう。じゃあ、17囲いってこと？まあ、8かな。6番のプレイヤーが発言します。はい、まあ、自分両方から、白もらったんで、自分は各白ですか。で、8番さんが4番さん占った理由、発言しっかり教えてほしいです。なんで7番さんを占わなかったのか、ところですね。まあ、もうそうなると、まあやっぱ8番さんの方が怪しく見えるんで、もう今日は8番さんずりでいきたいと思ってます。で、あとは4号のラインどちらかということで、まあ明日、占いの結果を発表したいと思います。もう7番のプレイヤーが発言します。8、4がないんだったら8ということで、2日目お疲れ様ですっていうところでね、18精査っていう形になってきますねっていうところで、1番さんが6占った理由わかるんだけども、8番なんで俺占わなかったのって思ったかな。俺全然、1日目の発言結構黒いなと思ってたけど、自分自身のことね、自分の発言で、本当の占い師だったらなんで4占ったのかっていう理由をちょっと聞きたかったかな。それは4番入れたのはね、ほんとごめん。マジで分かんなかった。ほんとは、ほぼ勘で入れたわ。っていう感じ。で、5番がね、なんか、84囲い ?84?84 ライン ?84 ラインでなんか、追ってるのにも関わらず、なんか17ラインで追わなかったのがちょっと気になったかなって感じかな。
18でしょ？うん。だって8の占い先ブレブレだよね。ブレブレっつうかガバガバだよね。うん、俺は8入れたいけどね。うん、8入れるけどね。以上。8番のプレイヤーが発言します。まあなんかめちゃめちゃ、まあ、ヘイトを買っているっぽいんですけど、ね、まず僕は、初日の段階だと2番さんと4番さん怪しいと。多分8死んだよね。組み合わせ考えればもう8人しかねえぞ。正直2、4のが、なんで4占ったかっていうのは別に正直どっちも良かったなと思っていて、2番が噛まれたことが僕の中ではすごい、まあめちゃめちゃ視点がスッキリしたかなと思っている。じゃあ仮にじゃあ僕が狼だったとして2、4をめちゃめちゃぶっ叩いていて、2番さん狼でじゃあ4番さん白を打つメリットって何ですかね。僕目線めちゃめちゃきつくないですかね。僕が仮に狼だとするならば、じゃあ5、7に、黒を塗らなきゃいけないのに、そうするメリットってじゃあ考えてみてください。僕が狼だとするならば、全然この紙とこの結果っていうのはおかしいとは、まあ、村見さんは思わないかなとめちゃめちゃ思いましたね。で、まあ、なんか5番さんと7番さんの精査に入るんだけど、まあ、僕は結構7番さんを売らなかった理由としては、まあ、7番さんは、まあ、あんまり狼っぽくなかったかなって僕は現状思っちゃってね。まあ、初日の段階だと思っていて、別に発言自体が別にじゃあ白かったかって言ったらそうわけじゃないけど、なんか1番さんを仮に狼軸で追うんであれば、2番さんを置いて3から5行きたいって言ってるのが、3から5の精査がなかったことから結構、まあ、1の狼相方は、まあ、グレーにいるんじゃないかって思ってしまった。で、7を売らなかった理由は、まず4番さんは、なんかめちゃめちゃぶったたいてたが、4番さんは僕にじゃあ、クロス占い、白なんて言ってないじゃないですか。村目線、村から誰からもクロス占い、白なんて言ってないのにもかかわらず、7を売らなかったのが、なぜとか言われるの、今更ながら言われるのがマジで不当だと思ってますね。まあ、今日は1番さん入れてください。以上です。9番のプレイヤーが発言します。なんでさ、4の昨日の投票放棄の理由を誰も問い詰めないの？ 4 番さん自身言ってないし。そこがマジで不思議でしょうがないよ。2番さんはまず村でしょ。うん。2番さんが、でも2番さんにもし一つ返してくるんだったら、強人だからなんか役使用しなくちゃいけないとかっていう、それはキャンセルされるかな。それは別に、潜伏教授に俺は強いと思ってるから。その2番さんの理論はないかなと思ってるけど。昨日の時点に片白先をめちゃめちゃ強い発言を残してからクロスでよかったかなとは思ってるけど、4って投票放棄してから8番さんの人に4ってって、超人っぽく映るはずなんだけどな。ってことを考えると、俺は5が結構狼っぽく見えるんだよね。8シーンって見るんだったら、うん、結構1号が濃厚だと思ってる。でも8番さんからあんまり進歩さを入れないから、結局俺が、じゃあ一応1行くって言っても、みんな8行くんだったら、8釣られてしまうんだから。うん。これ間違えたら PT だからね。1番さんの発言も聞いて決めるけど、うん。8番さんの占い師があんまり納得できないな。でも俺はどうしても4が強靭に見えてしまって、5が黒っぽく見えてしまってる。3が白だったからね。相方は1番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。今日8番さんに投票お願いします。ちょっとね、白、しか出んかったんですけど、6番さんから。ね、8番さんが狼で考えてることから、6番さんの囲いは十分にあり得るのかなと思って、6番さんに、占い持ってったんですが、残念ながら白でしたと。ということで、実施点85もしくは84なんですが、4番さんを囲いに行った線、もしくは、ラストウルフ5番、うん、8、5、うん、でも5番さんが8、シーンっぽく見えるっていうような発言を残してるから、8号の方が多いかなっていうふうに今のとこ思ってる。5番さんが8シーンしか見えねえんだけど、1号ね、8、4?、まあ、とりあえず今日8番さん占わす、散らしてもらって、4号どっちか占いたいんで、8番さんに投票お願いします。ちょっとまだ、ここやっていうとこが分かってないんですが、申し訳ありません。今日8番さんに行ってください。ああ、6番さんで黒出ると思ったんやけど、ごめんなさい。以上。
投票が終了しました。追放されるプレイヤーは8番の遺言を発表してください。8って8、5とか8、4しかないよ。いや、ほっと最後までなんていいかなと思いますね。まあ、先ほども言った通り、僕は、僕が狼だったら明らかにこの髪おかしいっていうのを気づいてた。投票見れば5番なら打ったと思うんだけど、マジで。何で4なら打ってんの ?5 なら打ってないじゃん。まあ、一番さん、一番がロード見たら一号しかないじゃん。一番濃いかなっているかな。そうですね。待って、投票が751だから、まあ、なんかまあ正直、まあこれは初感で、まあ感覚でしかないけど、まあ初日は37は、まあそんな黒さは広げなかったから、37は割かし白いかなと思っていたかな。で、まあ一番さんっていうのは、なんだっけ、3番さんっていうのは結構、光が透けてたんですよ。というのも、3番さんっていうのは初日の段階で、1周目で、カリウド出していきたいっていうのに、2周目で出なかったことから、まあ、3のカリウドは絶対ないんだろうなと僕は思っていたから、それなのに1番さんは狩りを出したいのにもかかる3番入れたのはおかしいかなっていうのを言い忘れましたね。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。9番、1番のプレイヤーが発言します。はい、4番さん占って4番さん黒出ました。84ロロ、強靭位置はちょっと分かってないですが、84ロロで、今日も4番さん行ってください。4番さん行ったら終わります。はい。これ以上言うことないかな。まあ、4番さんから狩りで出てくることは絶対ないんで、村の皆さんは、4番さんに行ってください。以上。4番のプレイヤーが発言します。あれ聞こえる？聞こえる？ああ、よかった。帰ってこれたよ。帰ってこれた。俺なんかね、感染しながら今やってるよ。帰ってこれた。どうなってんだっけ？ちょっと盤面が見えない。いや、占い師が誰かすらちょっと忘れたな。え？どうしようか。聞こえた。よかった。なんか俺、場所がなんかおかしいんだよ。1が4黒。一釣りで勝ちだよ。一釣りで勝ち。うん、一釣って勝ちだよ。一四黒って言ってんでしょ。うん、一釣って勝ち。うん、強人がいるかどうか分かんないっていう盤面ね。5と6と7。ちょっと待って、5が多分カングレーだったんだよな。ちょっと分かんねえな。戻ってきたんだけど、どうしようか。投票履歴も分かんないな。とにかく1釣りしか言えない。すごいな、俺1の1にいるよ、今。すごいよね、感染1、俺だよ。びっくりした。よかった、帰ってこれて。まあ、先輩にはならなくてよかったよ。5番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。困ったな、どうしようかな。1番さんがね、4黒ね。17全然追えるんだよね。で、4番さんがでも1番黒で1釣りゃ勝ちみたいなこと言ってたけど、普通にもう1番さん黒だったら17だから、まあ、普通に4番さん視点17か15でしょ？だから、
1つっても全然終わんないですよね。だから4番さんの捨てもちょっともう、どっか行っててボケてきちゃったのかなって思ったかな。どうしよっかな、これ1鬼滅かどうしようって感じ。まあ3日目まで行ったらだからいいんじゃね、うん、やっぱ8番さんがね、なんか占ってくれなかったら痛いっすね。あれだろう。1番と5番が同じ投票してるのに5番占わないんだから。それはこうなるわ。でも1番さん、ちょっと、と新っぽいかなと思ってるんですよね。まあ4番さん黒でほとんど発言してないっていうのがね、まあ偽だったらもっとうんちく言うんじゃねえかなってちょっと思ったんだけどな。でも7番さんが単体で全然白くないんですよね。だから昨日もね8、1結構悩んだんだけど、でも4番さんって2回連続投票放棄ってあれいなかったのかな。4が8いくっつって結局8に投票してないから4、8っていうのも全然終えちゃうんですよね。まあちょっと7番さんの発言聞いて1か4いこうかな。6番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。まあ現状1が4に黒出しってことでってなったら、うん、8が死んだったかもしれないんで、まあ自分は今回安牌に1釣りに行きたいと思います。まあしょうがないんじゃね。のプレイヤーが発言します。1位がないっていう人がいいんだったら強人になるかもしれないけど、今日は1音精査なのかな。うん、1音精査だよね。で、6番さんが安牌に1位行くって言って、なんか5番さんが釣り位置上げなかったんだけれども、うん、なんかぶっちゃけ1音の発言ね、どっちもどっちかなって思ったよ。1番さんがね、ちょっとこれ俺9人ぶらのセオリーわかんないから、なんか間違って言ってたら悪いけど、1番さんも1番さんで、ね、なんか4番さん黒で、はい終わりです。いやー、4番さんも4番さんで1つって感じです。でも6番さん目線、うん、1つって終わり、なんか1つってなんか安牌ずりみたいなこと言ってたんだけども。なんか5番さんも5番さんでなんか17を得る。うん、でもなんかその代わりになんか1、新っぽいって言って、なんか4番に関してなんか4が放棄したなんだの言ってるんだけど、これ4番さん、あれ普通にいなかったんじゃないの？そう。違う？うん、噛めなかった。これ全然俺1号でも終えるんだけど。その通り。その通り。いやでも1音の話どっちもどっちなんだよな。噛めなかったでしょ。6番さんは1に入れるんでしょ。5番さん釣り値上げてほしかったな。全然同票にしてもう一回話してほしいけど俺は。いや、4番投票できないかもしんねえぞ。1釣りたいけどね。1釣れよ。で、4も放棄でしょ。それいなかったとは限らない。4がいなかったから噛めないんです、多分1号。だから8番が1と5の投票見たら5に占わなきゃダメなんだよ。うん。なのに4番占ってんだわ。まあ、俺を知ってる新占い師だから。それは占い先がミスるに決まってんじゃん。1との関係性があるやつ。占えばいいんだよ。投票が終了しました。まあ、PP だったのかもしれないよ。追放されるプレイヤーは、ゲーム終了。人狼陣営の勝利です。いや、あ、よっしゃー。負けるべくして負けてるよね。え、6番さん強人？はい、強人です。やった、思ってた。ナイス。ナイス。もう一周の意見聞いて、なんか1怪しいなって思ってた。いやいや、ちょっと待って、ありがとうございます。聞こえる声、声聞こえますかね。聞こえるよ、聞こえる。いや、5番でしょ、人狼。違った、5番 ?17。7か、俺5だと思ってたよ。いや、だってどう考えてもさ、5、6、7が8投票するって言ったら、8死んだろ、どう考えても。仲間いねえじゃねえか。いやー、俺なんかね、この部屋にいないってなったから、一回接続切れして、あの、たすぎったらもう帰ってこれなくなっちゃった。
まだ今なお俺一番の席にいるんだけど、最悪だよ。これ今まだ感染中だからでもね。4番さんってこのゲーム始める前にどっかの村途中で抜けてきました？あ、抜けてきました。抜けました。あれ、なんかそれ途中で抜けて他の村入るとバグりますよ。あ、そうなんですか。あ、そうなんや。いや、それでなんか足す切り行ったら戻ってこれなくなるんで、もうバグ直るまでもうあれですよ、抜けらんないです村は。あ、本当ですか、ありがとうございます、いい情報でした。初日にねちょっと死んじゃったんで、もう部屋出たんですよ。そしたらもうこういうことですよ、延長もできなかったし、ここの村でもう本当最悪ですよ。いやまだ分かんなかった。8全員がもう投票したのかな。俺1投票したかったんだけどダメだったな。いや、4番さんのおかげで勝てました、ごめんなさい、ありがとうございます。いや俺1号だと思ったんだよな本当に。7番さん囲っといてよかった、誰から黒く見られてないし。すみません、ありがとうございました。人狼を探している？あまり興味はないけど、あなたがそうしたいなら手伝うわ。ちょっと待って、それ。初心者が分裂してるね、この部屋。9分の9。あいつ蹴るのね、うん、分かった分かった。これが下手出るか。7分の9でしょ、これ何分の何になってる。9分の6、これなんだこれ、表示がわけわかんねえぞこれ。よろしくお願いします。9分の6か、時間潰しするか。初心者部屋に行ってみっか。部屋が多分埋まってるから、それだったらやってみっか。時間潰しで、時間変わるの待つか。あの部屋が埋まらんことに、多分俺一人で待ってても多分時間かかるわ、途方もなく。こういう風に考えて、うん。今日はどこに行きましょうか。やはり部屋を建てるためにはあそこの部屋が埋まらんことにはどうしようもねえから、そんならもう時間潰しした方がいい。ていうか3番の人それなんて読むの。ひなちゃんって男女はどっち。いや男男男男。
おどこかよりまあ、静かにしないとみんな抜けちゃうぜ。うん、静かに、静かに。俺、うまくねえよ。下手だよ。下手、下手。有名じゃない。無名、無名、無名。ヒロちゃん、さっきの部屋に行ったら蹴られたぐらいなのね。ほんとの無名の無名。雑魚だと思われてんだから。さっきの部屋行ったら蹴られたんだから。うん。だから、それぐらい無名よ。大したことねえから、俺は。実力ねえから。うん。うん。こしょこしょファンしてません。まあいいから、静かにした方がいいで。頭の中なんね。やばいと思って。まあ、話してもいいんだけど。まあ、知らないしないと、まあ、これのれについていければいいけど、脱げちゃったら困ったな。まあいいや。好きなようにどうぞ。話してもいいんだけどね。確かに。普通の話して、みんな脱げちゃうから。だからさ、脱げるからさ、脱げるから静かにしてくんね、そんなよ。だからみんな聞きたくねえから抜け出るでしょ。だから黙れよ。黙れないの子供。お前転校の時って静かにする時間だわ。抜け出るのが分かんねえか、お前のせいで。みんな待ってらんねえんだよ。黙ってくれよ。黙れねえか。さっきやったの誰だよ。二人抜けたよな。自分のせいだと思わねえか。普通の会話をしてくれ、するならよ。わけわかんない気持ち悪い奴がいると思ったら抜けるに決まってんだろう。普通の会話をするとかさ。4番蹴ったらこれ、マスターよ。今の8番か？どうすまんねえよ、こいつがいると。あ、まあ、マスターが良ければいいけど、あずまんないよっていう。4番ちょっと、ちょいと静かにしてもらわないと、抜けるよ、ほんと。いや、切れねえけどさ。じゃあ、人が集まんないことにイライラしてるだけだから。ゲーム的には別にどうでもいいよ。適当に時間潰しに来てるから。よければいいんだけど、人がさ、来なくなっちゃうのよ、ほら。一番さんは四番さんのことを悪く思ってなくても、ほら、初見の人だとすればさ、なんかわけわかんないこと言ってると思ってさ、抜けちゃうわけよ。いや、厳しくはないっすね。なんか部屋が分裂してるみたいだい。なんか、うん、ちょっと見てきて戻ってくるんで。確か、2、3個あったっけ？ 2 個だったかな。見てくるんで、多分ここは人が多いんで。うん。だよな。ほら。ここの部屋って入れねえかな。人が。入れるのかな。チビが配送、はい、はいはい。もう始まるわ。あ、5番。多分始まる。うん、ここでいいじゃん。うん。9分の9待ってるし、あの7分の9のところで埋まらないことにはどうしようもなくて、俺の下手でも、人来ねえからな。確実に来ねえから、時間潰しした。死ねって言ったせいで。っていう
香織さん、そのお兄ちゃんじゃなくてよ、ヨナ君、一番となんか普通の話すればいいじゃん、世間話。だったら別に人は逃げないんだから。いきなり小声でなんか言ったりとか、絶叫すっからみんなびっくりして逃げんのよ。一番と四番で普通の話したら別に。じゃあすいません、滑らもう抜けられたら困るからね。うん、みんなでやろう。みんなが成長してくれればいいから。そんなに俺ただ時間潰したらガチで稼働なんて思ってねえから。ガチで稼働思ったらもっと勝率いいに決まってんだろ。もう俺60%になってんだけど。あ、これあデルタか。びっくりした。なんでこんな 60% も高えんだろうと思ってないし。じゃあ2番です。あ、転校します。2番です。3番さんどうぞ。はい。そうお願いします。そういえばさ、あの、準備完了してない人、上の準備っていうボタンを押して。あ、そうですね。あれ、天候はどこまで来ましたか？あ、キムはちょっと OK です、実際。天候済みました、はい、あ、9番です。お願いします。はい。じゃあ、すいません。この村の説明とかって必要ですかね？あ、さあ、いいよ、ゲーム開始して。誰か分かってる人がいればいいんだけどね。あ、じゃあ役職の説明は特になくて、乱視なんで気をつけてください、占い師で。はい。いろんな人たちと出会うことも大事だな。ただね、これ真面目にしちゃできる、転校してないけど大丈夫。それだけだね。チャット誘導。時間潰し、時間潰しと、一応、狼誰かなんていう。はい。で、2週目以降のチャットの仕様は、とりあえず、あの部屋が9分の9にならないことには、部屋建てたとこで人来ねえから。確定で来ないから、9分の7の部屋がある以上。時間潰しはない。行きますよ。始めますよ。6人でもいいけど、せっかく困ってるし。たださ、困ったことに、このさ、子供たちがさ、子供たちで一部やばそうな人がいるんだけど。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。それだけ心配。普通にゲームできればいいよ。あなたの役職は村人、村から推測ゲームできるから、まあ普通にただその代わりそんな村に出さねえよ。人狼に気をつけてください。適度なゲームができればいいし、推理ゲームだから同じだ、原理は。どっちが真と思うかとか、狼と思うかって感覚は別に同じだ。初心者だろうが何だろうが。ただ初心者の方がね、データが少なくなっちゃうんだよね。話をしないとかって人も出てきて。それがめまいする。最速 PP にもなりかねないからね。魔女が絶対死ぬらないし守んないだろう、これもう。
が明けました。キッズが持ってる場合、絶対死ぬらないし、誰も死にませんでした。守ってもらえない。発言ターンに1番のプレイヤーが発言します。蘇生がそもそもできないという。はい、1番村人陣営でした。初っ端だから進行論か。まあ説明も不要って言ってたんで、いらないでしょうが、基本、対抗が出るものと思ってください。で、その時は役職は潜伏の方がいいと思います。それと、何これ。それと、なんだろうな。役職者は釣られそうになったら必ず出てください。役職が釣られたら村が厳しいです。本当に言うことないな。何もしてねえわ、つい。以上です。2番さんお願いします。2番のプレイヤーが発言します。そうですね。まあ今日1番さんについて、ついていけばいいよ。1番さんの言うこと分かった？これから、ほら、レベル5以上になって、上手い人、上がった時の基本だから、いきなりさ、役持ってて、例えばなんだ、まあ、ここ役ないこと今言うが、例えば、霊能ですとかっていう、いきなり言う人って、えって思うでしょ。あ、霊能はまあ言ってもいいんだけど、例えば精神異常者ですとか。いや、お見合いパーティーじゃないんだから、役は伏せとけばいいじゃん。ただし、一番さんが言うように、いっぱいの人に、2、3人に釣り1位、この人釣りますって言われた場合には、やばいと思ったら役で出ないといけないってことだね。釣られてから遺言で、魔女でした、狩人でしたとかっていうのは、何の意味もないからね。だってその魔女とか狩人って要は隠し色だから。ってことを言ってたってことだね、一番さんがね。以上。3番のプレイヤーが発言します。はぁ、あ、私はシムです。あ、シムないな。人？ダストです。特にないかな。多分。はい。はい、どうもよろしくお願いします。4番。すごいわ。1番と2番がすぐに言わないようにって言っててやるから、もうさ、もう疲れてくるわ。まあいいや、怒る気もねえから、まあ。特にない。のんびりやりましょう。そう言ってるも、狼の可能性もあるしね。のプレイヤーが発言します。でさ、なんで天候の時にあんなに騒いでる、この本番で何も話さないの、この4番くんは。そう。5番の方が話だの？ 4 番か5番の方が話だよな。どっちだったんだろう。5番の方は交互に出して、4番の方がなんか絶叫してるし。あ、音声オフってだけど。6番さんは何ですかね。とりあえず自分、村人陣営でした。6番無言だし。いや、これ天候できてなかったんだね、1番。のプレイヤーが発言します。危険だぜ、これ。と思って言ったじゃん。5番ぐらいから。すごいポンポン回すやん。すごいやん、この村。いや、こんなもんだよ。こんなもんだよ。はい、自分、占い師です。9番、乱視郎出ました。把握お願いします。ということで、平和村ですね。ハイレベルな試合をしたいと思ってくるもんじゃないから。ですけど本気の時間潰し。占い師です、私は。はい、本気で時間潰しに来るって感じ。で、6番さんは前の試合でも喋ってなかったんで。だってね、もうね、うん、これ、日常茶飯事よ。ゲームになんねんだもん、ほんと、ね。この村は。びっくりするよ。噛まれるからね、多分、高確率で。村側で見たいかなと思いますけど、発言、皆さん他の人少ないんで何も考察はできません。さよなら。できないもん、考察なんか。のプレイヤーが発言します。もう。はい、お願いします。話さない人が分かるわけねえから、もう。が、占いで自分にしろ。難易度高いからね、これ、ほんと。平和村なら、役として、出てもいいのかなって思いますね。その占いの、グレー1狭めるっていう意味でも出ていいのかなって潜伏する人もいるから、初心者って。います。そもそも、白が出てるのか黒が出てるのかも、サプリ分からないっていう人もいるから、ね。発言やってたんで、2週目も全然。今日もなんか2週目からか3週目から出だし占い師もいる。そこで釣られてしまったっ。5番さんは声小さかったし、なんかちょこっと言って終わって、6番さんは村人。ただね、発言、そのマイク使えないなら使えないなりに、自分のターンの時すぐ飛ばさずに、どの人がどうっていうのを、チャットで、言えば、まあ、チャット考察にはなるかもしれないけど、マイク使えないっていう面では、そこ言ってくれた方がまだ良かったのかなっていう意味で、
うん、今のところ1278ぐらいしか村っぽくはないですよね。1番のプレイヤーが発言します。考察したいと思います。6番さん喋れないのか。そうだね、自分のターンになったらめっちゃチャットするしかないかな現状。ただ、うん、厳しいよね。釣り位は全く喋ってない6番かな。正直大差ないんだけど。なるべく時間いっぱいまで考察していただきたいなと。で、平和村ね。平和村。役職者は基本潜伏って言ったけど、占い師で潜伏してるとかないよね。まあ、ない前提でいきます。うん。8、9、隠し路で。はい。そうだね。占い師潜伏しちゃったらとか、ちょっと思っちゃった。あるよ。高温初心者はマジであるから。本当、あるから。びっくりするよ。のプレイヤーが発言します。いや、でもね、ほんとね、動物園の感覚で来ないとね、珍獣を見に来る感覚で、ほんとね、占い師潜伏とかあるからね、俺もうビビるからね、いきなり出てきて、もちろん新名取れないから。もうあのね、あれだ、頭の上にあるマークを見て、頭の、特に話してない4、5、6なんか、頭の上にあるマーク見て、瓶のマークだったら魔女だし、カトリセンコみたいなぐるぐるぐるのマークだったらカリュートだからね。それは村だからね。うん。役職っていう、まあ、なんかわかんないけど、チャットで誰でも俺集中できねえんだけど、そういう人はズリーチに上がったら、その魔女ですとかカリュートです。要はその、頭の上にあるマークを押せばさ、出てくんじゃん。うん。その漢字が読めないか。うん。まあ、とりあえずね、役職だったらさ、狼じゃない限りで、なんか、村人でもなく、占い師でもないんだったら、そういうのだったら出てね。後になってから、後になってから役だったらもう意味ないから。一番初めに言ってたじゃん。一番の言う通りにして。以上。3番のプレイヤーが発言します。4番のプレイヤーが発言します。はあ、1番か2番か人狼かな。役職を言わしたがってるか。5番のプレイヤーが発言します。さっきから僕と6番さんの話盛り上がってるんですけど、僕がだからな、1番マスターとしては本当は4号とか蹴っときゃいいのよ。まあ面白いと思ってるかもしれないけど、こうなるから4号6もうこうなることはもう確定だったから、もうもう4番なんて変な絶叫してたでしょ。で、考察もしねえだろ。5番なんかもうこう思えて話してんだろ。ボイスチャットのゲームになんねえから、6番なんか転校もしてないんだから。こうなることは目に見えてるから。ちょっとうるさい。ほんとに。そんなことで。やっと関係ないちょっとばっかだから、ね。無理だわ、この村つまんねえ。8番のプレイヤーが、うん。俺もつまんない。だから1番選ばなきゃいけねえんだよ、本来は。誰釣ればいいの ?6? 6かため息だけの3、どっちかで。6でいいか。9番のプレイヤーが発言します。はい。3番さん1周目ちょっと発言したのに、2周目ため息だけ、よくわかんない。で、6番さんに関しては一切喋らないし、チャットも右側の大人たちが真面目にやるけど、左側の子供たちがちゃんとやんない。俺見せんね。こうなるのはまあ、こんなもんだよ。動物園に行ったと思ってるから。言ってたよね、真面目な人たちと。ルール違反として3番釣ってもいいと思うんだけどな。何のルール違反？人狼だったんじゃないかなって思うし。何のルール違反？うん、まあいいんだけど、俺は別にのんびりしてどこでもいいんだけど、これただ単に動物園に行った方がいいわ。もうそうじゃないとね。今日は3、いやもう1番さんホストでしょ。3でって言わずに別にいいと思う。別に3に行けば。
ルール違反っていう意味で、あ、まあ、何のルール違反？一番さんもホストだから、うん、ルール違反ってことで、そう、うん、了解です。あのね、じゃあ今日は三釣りでいきましょう。変な地雷のやつら、あんじゃん、もう。まあ、占い師の方頑張ってください。まあ、だからね、厳選した方がいいね。もう、天候の時からやばかったじゃん、特に。これからまあ、マスターの好みで面白かったからね、だっていうのはわかるけど、こうなるって。その上でいいじゃない。どんな、いや、わかんねえ。3は何のルール違反したの？チャットでも打ったの？よくわかんねえ。ねえだろ。何のルール違反かよくわかんねえけど。まあ、まあ、正直なところ、左側、俺の画面の左側の4人は蹴った方がいいと思うわ。ゲームしないんだから、右側の4人だけ残した、本当はね。夜が更けました。マスターがまあ決めることだけど。気をつけてください。まあ、俺がとやかく言うことじゃないからね。ああ、ただこうなるだろうなぁとは思って、時間潰しに来てから別にいいんだけどさ。こんなに、あそこの部屋が9分の7である限り、蹴られてるでしょね。9分の7ってことは、そもそも埋まんねえから、俺が部屋建てでも。あの部屋が埋まって、いう部屋がないんだったら人が来るんだ、かなぁとは思うんだけど。が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。どういうこと？マジは活躍したな。大人が持ってんのマジでこれ。7、9、1だな、持ってんのは。4、5、6持ってると思えねえんだけど、これ絶対。絶対持ってないだろ、4、5、6は。はい。白白だわ。そうだわ。白白だからもう。それがマジでうるさいな。6番、静かにしようね。8番。のプレイヤーが発言します。さあ、もうこうなるで、ね、一番。はい、こんにちは。こんにちは、坊主郎でした。はい、俺も時間通りに来てから別にどうでもいいんだけど、これ、加藤が負けよう。7、6、4、2、1。そんなに力は入れてないっす。だって、出てこないんだから、4、5、6じゃないの、もう。4、5、6の中の、この左側の方に3人いいんじゃないの、占い師でも、でもしないって。4、2が6に入れちゃう。だから7が1。2が6、4が2に入れちゃう。ヤグ出てくるよな。役を出てくれよ。わかりません。考察できません。6から釣ってもいいと思います。次。はい、どうぞ。ゲームでいいだよ。9番。なんで左側が全部もう発言ほぼしないっていう。はい。まあ、占い師生きてるってことから、うん、多分占い師噛まれて魔女が蘇生したのかなって思います。まあ、もし蘇生薬使ってるのであれば、うん、誰に使ったかっていうのは魔女さんは言ってほしいかなっては思いますね。ただね、どうなんだろうな。127で人狼行ったら結構きついなってところはあるんですよね。ただ7は結構諦めてるしっていう感じで、まあ12はもうやっていこうって感じなんですけど。46発言あんまないしな。まあ、6が一番なんもないから別に。6行こうとしてるよな。6じゃあ3、4、7じゃねこれもう。5番3、3、4、7これ。8はまあ村なんで、いいんだけど。まあ3で連れてたらいいなって狼がね。あと2人のいると思えば頑張れるのかなっていうのはありますね。1番のプレイヤーが発言します。ですね、今日は6釣り一択かなと自分は思っています。5を完全に黒かなと思ったけど、まあ、だから占ったんでしょう。まあ、その辺はいいでしょう。隠し色なんで。そうですね。初心者村なので、よくあるんですよ。こういうパターンは。あるよ。これパターンもう日常茶飯事で。まともにプレイできる方が珍しいんだから。その中だから俺時間潰しで来てるって言ってんじゃん。みんなで考察して、どれが狼か。部屋がないし、別に練習みたいに。この部屋だって本当は、本来は大人のこの右側の4人はしっかりやる人で、この子供たちが全然やらなくて。で、そうですね、2番さんと4番さんは投票理由を、よろしくお願いします。ぐらいかな。2番のプレイヤーが発言します。
うん。だってさ、7がないでんでしょ？じゃあ3、4、7でしょ？ 7 は6行くって言ったんでしょ？うん。じゃあ3、4、7じゃん。4番わけわかんないこと言ってるし。うん。1、2番のありがたい言葉を受け入れられないキッズの4番に入れればいいだけ。うん。説教の意味も込めて。うん。君みたいなさ、考察もログインできないやつが黙って1、2番の話を聞いとけ。うん。それができないなら4番つって負けてもいいわ。3、4、7じゃないのこれ。6つったってしょうがない気がするんだけどね。あとさ、占いになんで出ないのって話なんだけど。うん。1番とか、7番とかわかんないけど、なんで出ないの？そりゃ負けるわ、っていう感じはするけど。まあ、4、6つ言えばなんとかなんじゃない？もう3、4つ言えば多分1以外は硬いと思うけど。うん。あとね、役あるんだったら、もう出ろっていうのは出ろってことなの？もう4、6が話しないんだからね。あのね、7、8、9、1が泣いてんだよ。1番だけ面白がってけど。うん。俺はまあこんなもんだな、平常運転って感じはするけどね。4番のプレイヤーが発言します。え、これ何周目？特に言うことないです。1番と4番が人狼かなと思います。5番のプレイヤーが発言します。1番と4番って君の部分も含まれてんだけど、嘘でしょ。僕はもうね、悪いんだけど、4、5、6ってね、マスターね、入れるとこうなるから。ほんと、そうするとね、7、8、9みたいに困る人たち出てくるか。でも、7の泣いてるっていうのも、ゲームつまんねえから泣いてんのかな。もう知らんけど、3、4、6とかなの？これ、ほんとに。つまんないんだけど、そうなったら。僕が小声で話してる理由。もうこうなるに決まってんじゃん、もう初めっから小声でさ。ごめんなさい。うん、だからこういう人もさ、ボイスチャットでさ、聞きにくいから入れない方がいいんだよね、本来。そうすると、7、8、9みたいにまともにやろうと思ってる人ががっかりするわけよ。うん、だから1番もできたらマスターとして面白いのはわかるけど、4番、3、5番のキッズは。おもろいのはわかるけど、うん、そうなるとゲーム的には崩壊するから。もうわかりきってることがあったから。うん。もうあれ天候の時がやべえなと思ったら本当にやばかったっていう。まあできれば3、4、5、6蹴って新しい人を入れた方がいいんじゃないんでしょうか。 PP ならもうしょうがないと思うわ。これ無理でしょ。追放されるプレイヤーは発言しない人を釣るゲームになってるもん。4番の遺言を発表してください。わかんない、これはまだわかんない。ただ発言しない人釣るゲームになっててさ、7番とか1番が狼やったらもう負けるわけよ、これ。発言しないんだもん、分かるわけないじゃん。もう4番、6番が一言でも二言でも言ってくれればな。夜が更けました。人狼に気をつけてください。発言しないと難しい。今日はたまたま魔女がおそらく大人が持ってんだろう。7、9、1の中の大人が持ってんだろうから今日は良かったけど。子供持ってると蜂噛みされて終わるわ。ゲーム的に。うん。これもう確実に言っとく。まあ、蘇生ができない。うん、ほんと、びっくりするほど蘇生できない。まあ、噛まれて終わるのが。蜂噛みならまだ一路つれてんだろうけど。蜂じゃないわけわかんないところなら多分終わりだと思うよ、BB で。でしょうかね。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。これさ、潜伏がない人がいねえか。のプレイヤーが発言します。なぬなぜ発言ないと6が黒でした。爆笑。あと6、今日は6釣りですね。6黒出たんで。そしたら、この6とあと、わかんないのか。あと何人いるかは。え？ 3 人はないんだよね。2人いる可能性はあるのか。はい。でも1、2だと、いないか。1、2だとしたら占い師で出てるよね、自分で。俺は出ない。悪いけど、初心者は出ない。うん、分からんけど今日6釣りましょう。あれでも出ない。出ても適当、超適当に手抜きでやる。プレイヤーが発言します。本気出して、そんな新目取って。はい、お願いします。6黒でしょう。
てか4さ、なんか魔法使い、まあ、魔女なんだけど、魔女って言う前さ、その、まあ、遺言で魔女って言ってたんだけど、なんか、普通の自分、その4番の番が回ってきたときに、なんか14人狼だと思いますって言ってなかったかな。そこが意味が分かんなかったなって思った。まあでも3、4で1人狼落ちてるでしょ。PP な、PP っていうかまあ、人狼勝ちってなってないから。なんで7神の時間は追えないから。もはや意味分かんないんだけど、7神の時点でも1人狼か、もう6です、多分これもう。もう一番頼むね、マスター。子供はおもろいよ、確かに。まあ、どうなんだろうね。6で終われば終わりなんだけど、6で終わらなかったら1、自分の子供に重ねてんのかもしれないけど。ゲーム的にぶっ壊れっから。ああ、マジで。発砲がなかったってことで、まだ狩人は残ってる。この通りゲーム的にぶっ壊れっから。のプレイヤーが発言します。今日の選別はした方がいいね。今日占い師噛まれなかった理由、なんでだかわかります？自分人狼です。で、まあ、最終的に言っちゃいますけど、1、3、6人狼で、これ8噛んじゃったら多分8筋もあるかなと思ったので、ちょっと7噛んで、占い先と考察をちょっと聞いてみようかな。で、8番さん。7すぎるけど、まあいいけどね、この人のキャラクター。8番さんのは、ただどうにか1000、3、4、5、6、1000別にした方がいいで、もう少なくても。チャットを切ったら、ゲーム的に、ね、出なかった。ぶっ壊れるぜ、これ。これで1、3、6買っちゃったら、ダメでしょ。ゲーム的に。あってもよかったよ。で、よくわかんない7番さん紙にしました。2番のプレイヤーが発言します。ゲームはゲームだからね。だから4番が何、魔女なのに魔女って言わないんでしょ。その話を聞かないんだもん。役を出させようとしてる。いや、あなた釣り位置に上がってんなら出ろって話なんだよ。その自己判断ができないってことがまず子供なんだよ。チームのために出なきゃいけないでしょ。釣り位置に上がって釣られてから魔女です、何してんのって話でしょ。私魔女ですって出ればあなたに投票いかないでしょ。あなたが狙われてるなら、もうみんなから評判が食らうなら魔女ですって、なんでちっちゃっと打たないのって話なんだよ。そういう風なプレイを繰り返してれば、上の人たちから嫌われんの。あなたの名前、ジャーマネット。訳しようも しない。じゃあこいつ蹴ろうかってなるの。だから今のうちにここで失敗したでしょ？だから次生かせばいいでしょ？今は失敗する時間だから。同じ間違いをしなきゃいいの。スリーチに上がったら魔女って出るほど。魔女持ってんだったら。でも魔女らで8番蘇生できたの？俺9番じゃねえかなと思ってんだけど、魔女。4番が蘇生したの？まあいいや。終わりましょう。以上。5番のプレイヤー、人狼が身分の開示を選択しました。失敗しないと、そのこのまんま繰り返しで上級部屋来たら、なんだこいつはってことになんだね、本当はもう。だからキッズはみたいな感じになって、キッズのまた評価下がるだけだからさ。みんなが上手くなればいいだけのこと。キッズでも上手かったら別に参加すればいいじゃん、試合の。それだけ。ただやっぱり今みたいにろくな話はしない、スイッチに上がっても役で出ないとかになると、なんだこいつはってなっちゃうってことだね。別にこの部屋の勝ち負けはそんな一番気を使わなしよかったぜ。俺との勝負で俺に勝てばよかった。一名の方が亡くなりました。だから6番も6番です。支援行為だろ。もう6番しかいないじゃん。プレイヤーが発言します。もう、それがシングルないし、だから俺もう。6番ついて。6番もね、字幕とかあるから早く試合終わらせようね。あとで覚えればいいけど。これ時間の無駄だからね。値段書き取ったん。8番のプレイヤーが発言します。はい、6番はとんでもないクズだということが分かりました。9番のプレイヤーが発言します。はい、まあ、6番ね、なんかなんで、3日目、4日目、なんかマイク、誰かの声入ってるよね、普通に。
何してんだろうって感じなんですけど、全然。もう、蹴った方がいいと思うわ、これ。まあいいや、今日も6釣りで終わり。ほんとね。蹴った方がいいよ、6に関しては。まあ5番さんも発言してたから。まだ4個はやろうとしてるけど、3と6は何にやる気もしてないってことだから、3と6は確実に蹴った方がいいよ、多分。やるんだったら。今日も6釣りで終わりましょう。これは言いたいこと。あと3番のルール違反って何をしたの、3番。6なんてチャット打ちまくってたよな。3番は何？何のルール違反でルール違反釣りだったんだろう。それがよくわかんない。3番の何を。なんだろうな。まあ、とりあえず、一番さんはちょっと人選んだ方がいいよ。新型だから大人が入りやすいから。あんまりね、本当にね、投票が終了しました。1人くらいだったら子供はいいかもしれないけど、4人もね、6番大人なのかもしれないけど、ゲーム終了。4人もやばい人いると、もうゲームできないから。6は蹴ったら、3番、6番は。4、5は任すけど。お疲れ様でした。なんだかすいません。いや、いいんや。別に勝ってもよかったっすよ。別に、俺と1、2番の精査で。いや、ダメでしょ、それは。いや、いいよ、いいよ。だって。いいよ、いいよ。俺は別に勝ち負けそんなに求めてないから。うん。そうですよね。2番さんのプレイスタイルはね、楽しさ重視ですもんね。あの8番さん、まあ、知らんけど4、5、6についてはどう考えるか、7、8、9と意見相談して1番さん決めてほしいわ。ゲームにならんけど任すわ、それは。うん、いや、自分は4、5番さんは真面目にやろうとだと思います。まあ、4、5はね、うん、一応発言はあったから。俺3、6はもうダメだと思うわ。ところで3番のルール違反って何かしたの？チャット誘導ですね。あ、釣り誘導したのか。あ、そういうことか。はいはい。さすがに、最終盤面での。チャット見てなかったわ。全然そんなに勝つ気なかったから。じゃすいません。この部屋解散しましょうか。ああ、いいっすよ。俺もそう。9番さんなんか、いい感じでしたね。9番さんも。俺そんなにね、ここの部屋2試合もやろうと思ってなかったから、別に。オッケーオッケー。これよりも今の状況がね、あの部屋が埋まってなかったらやべえけど、あ、埋まってるな、あ、やばいって、もう絶対入れねえじゃん。ああ、多分もう無理よ。9分の8なんか無理よ、多分。9分の7ぐらいだったらな。ところで、行ったところで蹴られたら意味ねえからな。もう部屋が埋まってくれないと俺が部屋建てたところでどうしようもないっていう状態です。ほんとびっくりするよね。だから何もしないんだったら何のためにこのゲームやってんだろうね。もう俺意味わかんないんだけども。何か話す気がないので、このゲームやるってもう俺意味わかんないんだけど、もはや。マイクバグとかじゃないよね。突然話しなくなったよね。もうなるからね。今日はどこに行きましょうか。日常茶飯事。ゲームができないっていうのが日常茶飯事。もうね、諦めてますよ。まあ、想定の範囲内だったから、そんなイライラがないからいいんだけど。おい、満員かよ。満員が、人が減ってくれればな、やっぱり無理だよね。満員だからいいか、部屋建てても。そろそろ。やべえ、1000回以上やってる。そろそろ部屋建ててもいいな。満員だったら。あーと、会員で今9人がどれぐらい稼働してんだろう。結構稼働してるな。9人部屋。結構稼働してると思う。びっくりするほど稼働してんだけど、今日。え？っていうぐらい稼働しまくってんだけど。今日土曜日だからか。土曜日だからか。ああ、でも、とりあえず。6番さんは昨日結構。ゆったりできるから、まあいいや、待ってみろ、これ。これとも、初心者部屋にもう一回忍び込む。はっ。半分の9だし、感染で見てるが面白そうだから。追加しとくんで。はい。いいんだけど、まあなんか子供の会話になってるわ。で、ちょ、行ってみる？どうなるか。蹴られるなら別の部屋待てばいいわけだし。もうヒロちゃん、どうしたんだよ。何し、ここ試合します？あ、俺試合するために来たけど。あれ一つ言って、人気村じゃねえぞ、ここ。
あ、いいよ、通常村。でもさっきやってきたんで、初心者の旧通常村。試合がぶっ壊れましたね、キッズがいて。あ、無音ばっかりで。え、ちょっと待って、え、ヒロちゃんって、殺音でずっと荒らしてた人でしょ？いや、荒らしじゃねえ。なんかおかしいやつで、単純に。まあ、普通に考察も伸ばすんだが、とりあえず、あの、人気村、まあ、霊能がいるときに輝く人間なんだよ。ローであっても、強であっても、霊能であっても。まあ、村は微妙か。本当に真面目にやるか、一番。約束するんなら、蹴らないけど。あ、俺、真面目にやるんだけど。うん。さっきもやってきたから。うん、真面目だよ。うん、うん、大丈夫。こっちの村の方がいいんだけど、飽きてるから。人気ばっかりやりすぎて。助かるわ、こっちの村の方。あのな、これ、嵐やったらな、俺のね、心配が落ちるんよ。荒らしてないわ、俺もう。荒らさねえわ。うん、俺、真面目にやってんじゃん。ぶっちゃけていい？あの霊能のことしか語らないとかさ、占い師決め打ちで 50% とか、ああいう意味わかんねえこと言わないって約束できる。霊能いないっしょ。霊能じゃないから言わねえわ。うん、いきなり占いから行くとか言うなよ。言わねえわ。大丈夫だよ。グレーから行くわ、ここは。進行論言えるか、通常村の。もう、グレーに決まってんだろ。グレーで2日目、占いでしょ、うん、もう疲れたわ、うん、もう。あとセクハラ禁止だ、大丈夫か。いないっしょ、女性。うん。いるよ、6だよ。あ、じゃあ言わねえわ。うん、オッケーオッケー。セクハラっていうか、女性陣から別に俺怒られたことないんだけど。うん。むしろなんかさ、うん、あれ、なんか褒められてんだけど。あ、なんか変な、プレゼントもらってんだけど。あの変な、まあいいや。言わないんで、はい。じゃあやるぞ。ここまで行って抜けなかったってことは1やりたいんだな。俺もやりてえよ、1番。俺もやりたい。みんな1付き合って。うん。面白いから、1番。はい。ルール説明。その条件は飲んだ。考察禁止します。うん、しょうがねえじゃん。使用禁止します。これ別にメタ発言、誹謗中傷、そんなの。配送ルール冗談で言ってんだもん。そんな心の奥底で言いたいわけじゃない。神ありですが、人狼の人構わない。普通の試合ならいいと。はい。紙あったら配送で。半分が真面目だったけど、半分がちょっと試合ぶっ壊れって感じだったな。狼は特にもちゃんとしないっていう。はい。ああ、ごめん。正直紙なしは言ってくれたんですね。ごめんなさい。あと、誹謗中傷って、ヨマさんにちゃんと言ってくださったんですけど、もしひどいようだったら配送お願いします。うん、その時はね、もう俺判断でいいかなっていうか、俺が一番気をつけなきゃいけないんだけど。うん、俺もだよ、気をつけるな、もう。早くや、試合が大事だから、貴重だから、せっかく入れてもらったし、もう俺はあんま言うつもりもねえ。じゃあ、ヒロちゃん来てくれたから、ヒロちゃんのレッツ人狼殺で始めるわ。はい、それでは、レッツ人狼殺。ちゃんとやるわ、その条件はな。役職をお選びください。カリカリ来ないことだ。選択しない場合、夜の時間帯だから、ね、部屋がバンバンあるんだったらね。あなたの役職は魔女です。でも魔女だから真面目にやんないとまずいんだけど、これ夜が更けました。人狼に気をつけてください。適当にやんないとまずいんだけど、うん、女子に対する冗談みたいなのセクハラのように見えても俺苦情ないからね。だって俺天狗の時に関わり持たないんだから。うん、うん、俺天候の時も関わり持ってたらやばいけど、うん、ゲーム内しか言ってないからね。うん、大丈夫、言わんよ、今日言わんよ。それと真面目にやること、霊能いねえから大丈夫だよ。もうそれはね、霊能で狼として釣られて狂人風で釣られるために、なのに、シンが俺に黒出すんだから。夜が明けました。そうなってシンが怪しまれるための昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。3番のプレイヤーが発言します。はい、どうも3番です。占い師 CO は。はい、ありません。ヨマさん、ちょっとドキドキしました。それ、恋ですよ、ドキドキしてたら。そうか、噛み合いなんだ。俺に出してくれれば破綻するけど。聞こえない？マジで？でも出るよね、絶対。まあそうなったら、毒盛りゃいいから。出る、聞こえる人。あ、ごめん。5番さんじゃ足す、行ってきてください。で、進行論は、どうなんやろ、この村に合うか分からんけど、占い師はその発言が弱いだけで真な場合もあるから、それはちゃんと LINE とかも見て精査していきたいかな。グレに関しては単体精査、占い師に関しては LINE も絶対必要かなって思ってますね。はい、発言が弱いだけっていう人もいるんで。はい、4番さんどうぞ。
4番のプレイヤーが発言します。業務連絡、ヒロちゃんまともにやれよ。ヒロちゃん以外、あのヒロちゃん黒塗りそんなしないでやってくれ。こいつ多分真面目にやるから今回。業務連絡終了。3番、印象が非常に悪いが面白かった。俺の真面目ってその非常に面白かった。変なことは言わないで。心臓の音を出してたな。大した考察しねえぞ。お前占い大した考察はできないよ。俺魔女だから。まあ、俺村人いい加減にやってるの俺つられるわ。うん。まあ、3番の印象はもう言った通りだよ。うん、面白かったよ。スーパーってことだから。でも印象は非常に悪いよ。もう俺、魔女だから、魔女にしてもらえないと、結局は、なんだ、村人陣営かっていうところ。うん、2周目もっとね、話伸ばしていくよ。で、3番はあれか、あの、発言良かったらって言ってたけど、俺基本的にね、じゃあ、あの、俺から占い師に、あの、課題っていうふうに上から目線で言うわ。パッション見せてくれ、パッション。うん、パッション。パッションも考察のうちに入れるから、パッション、パッション、パッション。パッション、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 パッション。5番のプレイヤーが発言します。聞こえますかね？お願いします。塩なし村人陣営です。4番さんの最後のパッション、パッションは聞こえましたけど、3番さんの言ってる内容がわからなかったんで、あと4番さんもですね、最初の方教えてくれませんか？うん、全く無駄にないことなんですけど、2週目に考察伸ばせたらなと思ってるんで、よろしくお願いします。占い師とかって出てきてますかね？ここまでしようなし。わかりました。じゃあ、6から2の中で出てくるってことですね。まだ3、4の発言聞けてないんで、聞こえなかったので、申し訳ないですが。まあ、とりあえず2周目に考察伸ばすつもりなんで、よろしくお願いします。とりあえず6番さんに回そっかな。6番のプレイヤーが発言します。皆さんよろしくお願いします。私、占い師です。8番さん、白です。8番さん、占って白です。左隣、すぐ占わなかったのは、7番さんが対抗で出てきて、もし左隣占ったら、隠し白が生まれる可能性が高くなるので、私は8番さんを占いました。ハークお願いします。3、4、5番さんと話してきて、そうですね。色落ちじゃないかなと思います。印象については、まあ、印象いい悪いっていうのは、狼も、村人陣営もどっちでもあり得ると思うんで、あんまり私は触れないかなと思います。で、役についてなんですけど、私は絶対役には潜伏していただきたいです。で、もし釣られそうになった場合は、役とだけセミで出てきてください。で、そうですね。あとは、とりあえず役の人はですね、釣られないように気をつけてください。あと、村人陣営も、この村人っていうのはすごい重要な役なので、皆さん、本当に頑張って、狼を探すゲームです。狼のラインを見つけていきましょう。7番さんお願いします。7番のプレイヤーが発言します。おはようございます。村人陣営でした。6番さんが私が占い師対抗やったら福祉が作れるからっていう理由で8番さんのこと占ったって出たんですけど、今日も連絡入ったから真面目にやるけど聞いてねえわ。まあ、理解できないって言ったらあれなんですけど、じゃあ8番さんが占い師対抗出たらとか、なんで私が対抗で出た時だけを考えたのかちょっと理解できなかったので、なんで6、8ローローで囲ってる言い訳を作ったのかなっていうふうに思ったので、私はまだ1週目の1回しか発言聞いてないけど、6番さんの印象は悪いかなっていう風に思ってます。あれ7番が出た時に白作りたいとかってやつ、5番さんに関してはもう2週目次第かなって感じで、3番さんの印象が良くないって言って4番さんなんですけど、それは私も分かるなと思ったんですけど、理由が、2周目もっとちゃんと話せます。8番のプレイヤーが発言します。はい、8番パーチョーです。よろしくお願いいたします。特にしようとはございません。うん、6が自分に白だし、うん、占い位置がなんかよく分からんかったなと思った、6に関して言えば、うん、うん、7が出てきたらなんか隠し色になれるから、うん、あなた目線、もし7が出てきたとき、7っていうのは狼になるわけじゃないですか。で、そこで7が自分に黒出してきたとき、うん、隠し色にはならないよねっていうふうに言っとくね。うん。ちょっとそこの6番に何言って、ちょっと言ってることよくわからんかったかなって思っている。うん。まあ、現状6しか占いに出てきないから、うん、ちょっとまだわからないところ。うん。で、グレーから触れていくと、まあ、7に関しても、まあ、6に対して、まあ、
至極まっとうなツッコミ入れてた点で、まあ、そこら辺は印象いいかなと思っている。で、5に関して言えば、まだ発言、まあ、3、4の発言聞いてなかった点で、まあ、2周目かな。うん、3、4に関して、あ、9番のプレイヤーが発言します。うん。1番のプレイヤーが発言します。うん。私聞かないんだったら9番なんのが。発言してない。9号とかになるんじゃない普通に考え。わかんないよ。2、9で狼が出たら、7番がライン切ってるかもしれないし、6、7があるかもしれない。うん。条件付きだけど、7、6って。2、9で出れば。そうじゃないと9号番とかになるんじゃない話してないからね。普通に考えればね。うん、ただわけわかんないとすれば3番がなんか占い使用してからなんかそんなことしてたような気がするんだけど。無駄なような気もするんだけどね。4番のパッションゴリ押しの最後のもなんか謎なんだけどね。とりあえずね、状況が整ってから、ああ、9番聞いてないかわかんないけど、もう何かあるならもう出てね、2周目から。っていうことですね。2番さんで果たして出るんでしょうかっていうこと。僕は占い師じゃないですね。はい。どうなるんでしょうか。あ、9番さんでもし何かあるんだったら、2周目からチャットで。以上。2番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。占い師をします。3番さん占って白でした。3番さん占って白でした。ということで、まあ、4番さんは、まあ、3番さんにいろいろ、なんかあれ、演技させられましたけど、なんか赤いラインがあるのかなと思いましたというところ。はい。5番さんと9番さんに関しては、まあ、接続切れで、ちょっと2巡目かな。うん。ちょっと釣り位置上げるにはちょっとかわいそうだと思った。はい。で、今一番白いと思ったのは7番さん。うん。6番さんに対して、まっとうなツッコミだと思います。8番さんが占い使用したらどうなるのって。まあ、8番さんも微妙にはなるんだけど、バッサリ6番さん切ってきたなというところで、6番さんの、無理にいたっていう感じはしなかったんだけど、単純にライン切りしたのかなっていうところなんですよね。6、8はまだまだあり得るんじゃないかなとは思っております。はい、ちょっと2周目釣りてあげます。はい。3番のプレイヤーが発言します。お願いします。月5に関しては完全に2周目だと思ってますね。はい。気になってるのは7、1ですね、グレーだったら。っていうのも、じゃあまず1番さんから、なんか最後の方に、追加できた。OKOKOK。2級で狼が出たらって発言したと思うんですけど、僕はこれ把握漏れじゃないと思うんですよ。間違いなく聞いてたんで。2級で狼が出たらって発言した。どういう立場で言ってんのかなって思ったんですね、単純に。で、2番さん出るのかな、ね、2番さん出るのかなって言ってたんで。俺、マイトだからね。俺知らんからね。俺マイト使用しねえからね。それは。悪いけど。1、2のライン全然あるんじゃないかなって思ったの。もう黙ったまま釣られるぜ。マジで言ったらだって、7、8番さんが釣られるし、噛まれるし。6番さんのその1個飛ばし占いって全然普通だと思ってます。多分うまい部屋だな。そう、地の人とワンカで。よくやられてるんですけど、左隣占ってなかったら、シーン追わないよって言ったりする人もいるんで、だからその、偽の占い師も絶対左隣占うんですよ。だからそういうところ6番さんは感じて、7番さんが対抗出たときに、8番さんに白出すだろうってことなんじゃないですかね。だから8番さんがそこで、いや、7が僕に黒出したらどうするんだ、隠し色にはならないですよねとか言ってたんですけど、パンダになるだけでも全然盤面は動くと思うし、それを8番さん目線もどっちが進化っていうのが分かるんで、もう場面はスッキリするんかなっていう気はするんですけどね。うん。どうなんですかね。だから圧倒的に2戦目が高いのは、でもどうなんやろ、2戦目が高いのが1かな、グレーだったら。
だから7、8に関しては視点の違いなのか、ただ叩きたいだけなのか分からんけど、6、7は単純に陣営が違うのかなって思ってますね。はい、4番のプレイヤーが発言します。まあ、6、7陣営違うっていうのは俺もちょっと思った。うん。あそこで7が、うん、出てきてっていう、まあ3人いるからね、人狼は。3人立候補できるわけだからっていうところ。まあ、ヒロちゃんはちょっと色見えなかったな、よく。うん。まあ、俺がパッション連発してたのおかしいっていうふうに、やっと言ってくれたなって思ったけど。うん。まあ、そこは感謝。感謝も何もねえか。ね、9号かな、今のところ。グレーで釣りたいのは。うん。9号以外はね、別にどうでもいいと思ってる、今のところ。うん。ね、占い師、まあ、てかね、コンデネ資材法がね、26どっちの方が新名高いって言ってねえんだよな。うん。まあ別に言わなくてもいいけどさ。2周目はないか、コンデネ資材法。うん。なんで俺、新名が高いな。なんかの、なんかの、あれだな、歴史のなんかだな。うん、歴史の、なんかの畑のなんだな。7がもしかしたらローかもしれない。あれだな。で、そこでわざわざ出て隠し城作るっていうふうにね、選択肢はね、7にはないと思うんだよな。めんどくさいでしょ、隠し城作るの。ローから、自分から飛び込んで。っていうところ。で、そうなってくると、まあ、ヒロちゃんはまあまあ、どうだろう。黒もなかった、白もなかった、あれだけど、俺的には発言なかった号泣の方がね、よっぽど黒いんだわ。うん。理由はいろいろあるけどね、タス切りとかいろいろあるけど。うん。タス切り言ってくれよ、ほんと。あの、次ダメだったら。うん。259で提出します。59。発言で黒い方、釣りたいと思います。以上っす。ってぐらいでいいかな。はい。5番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。2周目ですね。4番さんちょっと気になったんだけど、号泣しか見てないです。まあ、それはね、発言してなかったんで、まっとうなことだと思うんですけど、6番さん、シントちょっとだけ見てて、7番が狼かもってことは、7番をグレー釣りとしてあげるのが普通なんじゃないかなと思って、その後に259を釣り位置としてあげるっていうのも引っかかりましたし、で、62ですね。あ、とりあえずグレー位置は、9番さん喋ってない、ムラリない。まあ、自分もですけどね、9番さんをあげたいと思います。2周目で全然、たくさん喋ったら変わることもありますが、26精査だったら、6番さんが8番さんにしたってことは、まあ、68の囲いもあるけど、その、もし68だったら、8番さんがね、あんなライン切りみたいなことをする必要もない。あ、まあ、それを分かっててライン切りってのもありますけど、うん、って感じで、まあ、7番さんのね、6番さんの指摘も分かりますけど、まあ、6、8が、まあ、本当に6が、ローとか死んだったら、あ、ローだったら、前の3、4、5にね、白出すと思うんで、まあ、とりあえず、26だったらフラットかなって感じですかね。とりあえず、グレー1は9。それぐらいですかね。じゃあ、6番さんに回します。6番のプレイヤーが発言します。そうですね。グレー1で9って5番が言ってるのか。1番については5番は何も思わないのかな。どうなんだろう。で、まあ、とりあえず、7番さんなんだけど、同陣営か敵なのかわかんないけど、7番は狼だったとしても、絶対占いでは出れないんですよ。だって、普通セオリーだったら左隣占うはずだから、8番に白って言うしかないじゃないですか。まあ黒って言うかもしれんけど。で、とりあえず7が出れなかったとして、あと出るってなったら、もう後半9、1、2で、9は喋れない、1はもう全然占いって感じしなかった。もう2番しか出れるのがいないじゃないですか。で、結局2番が出る。どうなんだろうなぁ。792ってありえなくはないと思うんだけどな。9番が喋れなかったから、それを、もう結局9番喋れなくて1出ないっていうのは、91狼だったらないと思うんで、私29だと思って9釣りたいです。7番のプレイヤーが発言します。うん。そう。うん、6番さん目線が急にっていうのは、まあ、9番さん喋らんかったからっていうので、まあ、分かるっちゃ分かるんですけど、なんで私、まあ、その狼って見るのかがちょっとよく分からんくて、うん、確かにその
一個飛ばしで結果言うのがセオリーであったんやったらちょっと申し訳ないんですけど、でも知らなかった、そういうのもあるんやっていうの知らんかったから、そんなそれで、それで攻めたことに対して攻められてもなっていう感じで、どうなんやろ。でも6番さんが狼やったら多分8番さんも狼やったと思うくて、でも8番さんは結構私をなんか正しいよみたいな感じで言ってくれたから難しいけど、でも6八オオカミオオカミやったらそのラインって結構八番さんは切ろうとすると思うんで、だからなんかその流れ的には6八ローローな感じは出てるんですけど、どうかな。2番さんは私のこと白いって言ってくれて、6八のあのライン切りっていうのも全然あるなって言ってたのは結構村目線なんじゃないかなと思うんですけど、と私はだから占い師は2番さんの方が真じゃないかなと思ってて、グレーは9番さんか5番あグレーは5番さんがいいです。8番のプレイヤーが発言します。はい、8番パチョです。よろしくお願いいたします。そうだな、現状に関して、占いに関しては、フラットかな。でもちょっと2番さんで気になる点があったとすれば、ちょっと3番さんに白出しする前に、ちょっと、ちょっと悩んでた点があったかな。で、ちょっと俺の聞き間違いとかちょっとわかんないんだけど、2番さんなんか3、4ラインあんじゃないかなって、なんかちょっとポソッとちょっと言ってたような気がするんだよね。ちょっとこれもし把握漏れだったら申し訳ないっていうところ。2番さん視点3番っていうのは隠し物なわけじゃないですか。そこでなんか3、4なんかラインつなげてきたあたりなんかちょっとおやと思ったかな。で、そうだな。現状をツリー1上げるとした。まあ5番さん発言あったんで、まあ9番さんこの後発言なんもなければ9かなと思っている。7は今日俺釣り地じゃないと思うんだよ、全然。6番がなぜかなんか7を、729っていう風になんかライン行ってきたけど、7が、まあ、狼であろうがなんだろうが、まあ、出るときは出ると思うんだよな、普通。ごめん、ちょっと7に関してまだわからない。ちょっとまあ、翌日発言聞いてからそこら辺は精査していけないかなと思っている。現状ツリーチ上げるんであれば、9番のプレイヤーが発言します。なんか、聞こえますか？それだけお願いします。聞こえたら L でお願いします。あ、よかったです。すいません。ちょっとね、発言ができなくて申し訳ないです。そうですね。いろいろ聞いてて、2番と6番はフラットかなっていう印象なんですよ。で、申し訳ないんですけど、僕、釣り位置にみんな挙げられてんで、役ありとだけ言っときます。そこだけお願いします。で、4番さん1個気になったのが、5番と9番が人狼みたいなこと言ってるけど、人狼で2人もさ、落ちるパターンってある多分ないと思うんだ。人狼が2人ともなんか得てたらさ、もう占い師1人しか出れないじゃん。そうしたらもう確定的にそうなるよねっていう発言なんだよ。で、まあ3番と僕は8番は考察伸びてて白いかなっていう印象があったんで、7番と6番の陣営違うんじゃないかっていう誰かの発言はね、俺はね、なんかね、それはね、考え方的に素敵だなとは思った。なんかそういう感じにも見えなくなかったから。まあ一番はちょっとわかんないかな。15グレーラインみたいな、なんかそんな感じもする気がするけどね。まあ2番の発言聞いて、決めたいっすかねっていう印象ですかね。そんぐらいとだけ言っときます以上です。1番のプレイヤーが発言します。まあそうなんだ。9番さん釣りのがあるじゃないか。だったらいいけど。じゃあ今日4、5、7の精査したら
あ、今日2から行ってもいいよ。出現したんでしょ。2から行ってもいいよ。誰だな、ほんと。俺役な。誰だわ。他にいますか。いませんか。じゃあ911で確定ね。うん。8番が言うことが事実ならば、2番も占い師じゃないでしょ。じゃあ6進を置くわ。4、5、7で、第一つすればいいんじゃないでしょうか。そうなんだろうね。2番が質問だろうかね。これははっきり聞いてないからね。91が役ね。これは、うん。もう一人いるならもう出てきて、いないと思うけど。うん。いるなら9番と争って。うん、以上。2番のプレイヤーが発言します。はい。9番さん、1番さん役で、OK。ただ、1番さん、俺は出現してないよ。単純に、最初に、3番さんに白出しするときに、ちょっと間があったよっていうところで、8番さんが気になるって言ったんよ。はい、8番さんに一応返答しとくね。俺、癖で、ランダムって言いそうになったのよ。うん、だから、ちゃんと、指名取れるように、ちょっと考えて、一目置いたっていうところです。一息置いたっていうところです。はい、今日の追事、91番さんが、役っていう、ところで、4番さん、俺正直ね、もう1番さんが役出なくても俺4番さんなんでかって、592で俺も釣り押そうとしたよ。今1番さんも釣り押そうとしたけど、もう役だから、あれなんだけど、うん、ここで占い師行くって村目線じゃねえだろうと思った。うん。なんで4番さん俺入れたのっていうところなんだよ。15番さんまでに関しては、まあ、一周目、発言できんかったからわかるんだけど、うん、わかるけど、まあ結局、俺も一周目に関しては、9、5番さんってやっぱ発言、まあ、バグでできなかったっていうところで、まあちょっとあんまり、なんだろ、フェアじゃねえなと思って、釣り位置に上げなかったけれど、まあ4番さんがそこをさらに、なんだろう、簡単に9、5番さんって言ってるのも臭いし、しかも、なぜなら俺に、俺を入れてるっていうのがね、もう本当に。で、4番さん行きたいです。はい。で、やっぱり7番さん、8番さんは結構白いと思ってて、ただ、隠し色作るために今回は8番さん、占おうかなと思っております。うん、毎日ライン切りっていうのも怖いですしね。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。私が悪人ですって？分かんないけど、怒りますよ。ああ、もう怒らないせいさん、完璧にできねえわ。女性一択だな。女性一択、こういう試合。うわ、割れちゃった、頭痛い。割れちゃった、頭痛い。これは、まあいいか。4は、9。7番のプレイヤーが発言します。自分、私がそんな釣られる。まあ、ちょっとびっくりしました。6番さんと3番さんと5番さん ?6 番さんと3番さんと5番さん。まあでも6、3っていうのはないもんね。あれかな、適当な感じで5番さんに行くって言ったからかな。5番さんは、1周目喋ってなくて、2周目に発言してもらったんですけど、結局言いたいことが26星座なら、どっちかな、どっちかな、とりあえずフラットっていう感じでふわっと、まあ、私も人のこと言えへんけど、結構ふわっとしたことしか言ってなかったから、残すより一周目で釣っておいた方が、いいんじゃないかなっていうふうに思ったから、私は5番さん投票がいいんじゃないかなっていうふうに思いました。はい、以上です。5番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。まあね、一周目、喋らなかったから、まあこういう結果になるのはしょうがないと思うけど、7番さんに入れた理由としてはね、まあさっき7番さん言ってくれたんだけど、自分に対する雑な殴り。まあ、釣り位置としてあげるのは問題ないんだけど、理由を言ってほしかった。ただそれだけかな。で、457だよね。まあ、4番さんと7番さんどっちでもよかったんだけど、まあ、7番さんがちゃんとした理由言ってくれたしね、まあ、弁明だけなんだけど、まあ、ふわふわしてたら申し訳ないっす。普通に26はずっとフラットだって、ずっとっていうか、フラットだなって思ってたんで、まあ、それがふわふわしてたら申し訳ないです。で、確か1番さんが言ってたんだけど、2番さん、
に、なんか出現したから2番さん行けばいいんじゃないのって言ってるけど、4番さんも出現しましたよね、259って。じゃあ4番さん行きますね。4番のプレイヤーが発言します。何、5番結局俺に行くの？うん。で、占い師 の、 あの位置については6が7、2がわし、30歳。うん、っていうところ、5番の黒要素っていうか、まあ、黒要素って1周目はまず発言なかったところと、まあ、普通に俺、まあ、2番ちょっと不服だなって思ったんだけど、259で、提出したんだよ。ローはこの3人でいるんじゃないんですかっていうところで、釣り位置としては上げてませんっていうところ、うん、2番さん勘違いしないでください、あなたは今日の釣り位置ではありません、っていうところなんだが、俺はね、ごめん5に入れといてなんだが、あ、5の黒要素だったな、5については、まあそうだな、まあ、発言がそれほど伸びてないという印象だった。うん、SG 値になられても困ると思った。だが、俺は今日ね、7番に改めて投票しようと思う。理由としては、雑に5って言って、で、結局4に行くんかいっていうところだよ、7については。うん。今日は7番行きます。6と7は違う陣営だと思う。今日7つ。全プレイヤーの。え？私が悪人ですって？わかんねえが、ここでも釣れりゃいいんだけど、トイフキーするか誰でもいいんだけど、で、蘇生だな。蘇生いったか、あー、でぶい。やばい。夜が更けました。人狼に気をつけてください。俺に来んのかな？ 6 に来んのか？ 6 に来ねえだろ。役持ちだろ。急だったら急守りか。蘇生行ったか。こういう状況こそ。この大きめ打ちか。うん、投票大きいさし。占いは精査して。明けました。昨夜は2名の方が亡くなりました。私頑張ったのに、と6番のプレイヤーが発言します。ごめん、めっちゃごめん、ハンターの懸念しないでバッとすぐ打っちゃってマジで申し訳ない。でも3番黒でした、本当にごめんなさい。3番黒です。2と3で黒で、そうだよね、やっぱ7出れなかったんでしょう。2、3、7だと思うけどな。7出れなかったんだと思うよ。4番さん投票見よう、みんな昨日の投票見て、これはしょうがないよ。まずさ、2番が4にずっと入れ続けてるでしょ。8番さんは白なんだけど、なんでか4に入れ続けてるんだけど、そうだよね、 4が7に入れて、4と7同じっての、まあ、同じってのないっていうか、まあないんだけど、2と3が黒で、2、3黒で4、7、3は7に、3が7に入れてんのか、はは、3が7に入れてるんだったら、違うのか、3が7に入れてるなら4か、2、3、4。7番のプレイヤーが発言します。はい、そうやな、パンダに、パンダが2人いるってことは、まあ、3、2、ローローか、8、6、ローローなんですけど、うん、そうなるんやったら、やっぱり私は、6、8、6、8じゃないかなと思うのは、思考ロックでしょうか。思考ロックになるんかな。そうやな。そうだな。私はやっぱり、うん、6、8やと思うんだけど、うん、6、8やと思ってて、もう一人がどこにいるか、うん、そうやな、ちょっと申し訳ないぐらい、申し訳ないぐらいに考えが伸びないんですけど、そうなると、2番さん、3番さんが白で、1番さんも白くて、4、5のどっちかに一郎っていう風になるんですけど、うん、結局、
ヨンバさんが私に入れて、待って。で、5番さんが入れなかったのか。あ、だから、あーなるほど。だから、5番さんを連れて行ってくれたっていう。あーなるほど。うん、5番さんで一浪してるんじゃないかなって思うかな。5番さんが多分、村人陣やったら、やっぱ、うん、投票はすると思うし、ライン見られたくなかったんかなっていうふうに思いました。8番のプレイヤーが発言します。はい、8番パッチョです。よろしくお願いいたします。自分目線6進に狼っていうのが分かったところ、2、3、狼。うん、この盤面、もし5で狼落ちてなければ、うん、今日釣り位置間違えたら村負けるんで、確実に2、3どっちか行ってくださいとしか言いようがありません。どっちにしろ俺毒馬投げなくても次の日間違ったらピピだからね。そうだな。6、ちょっと7番さんに言うけど、6、8っていうのはもう初日からそれ囲いに行くっていうのだいぶないと思うよ。うん。で、もう3番さんが、まあ3番さん狼なんだけど、3番さんが言ってたように、一個飛ばし占い？うん、じゃあブラだったらセオリーなんでしょ？うん。うん、だったらそれで、うん、まあ芯決め、まあ芯として見るっていうのは、まあ、まあ別として、うん、そんなあからさまに格好に行きますか？うん。だったら普通に6が狼の時、7に適当に白出しとけばいいんじゃないですかねって思うんだけど、うん。で、そこで6、8、ローローってなんか思考ロックするのはちょっとやめてほしい。うん、ちょっと村人目線、本当に。うん。今日マジで2、3どっちか行ってほしい。うん、2番さんの黒要素ってのは昨日あげたけど、うん、3番さん白出すとき、って悩んでたり、なんか、うん、3番さんがなんか占い使用するときに、うん、なんか2、3、4ラインあったんじゃないかっていう発言。うん、そういうとこを忘れないでほしい。うん。今日占いで行くんなら2。9番。のプレイヤーが発言します。なるほど。まあ、4番さんのあの初日のなんか、6と7の陣営が違うんじゃないかっていう意見が、すごいなんか、まあ、なんかそういうふうに思えるなーっていう印象があったんで、僕はあの2回目の5番入れちゃいますけど、そうね。6と2の真の決め合いね。悩むな。まあ、なんかでも、2番の方が、こう、しっかり発言ができていないのかなっていう印象はあるかな。うん。だから6番は根拠があっての言ってる言葉ではあるから、ちょっと、考えて投票したいと。2番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、まず、4番さん村だったら申し訳ないんです。あの、前私投票したのね。なんかやっぱ、どうなんだろうなって思いながら、4番さんに投票したまんまだったっていうところなんですが、8番さん、俺正直ね、白だと思ってて、で、まあ、隠し色いくつも、なんだろう、作るつもりで占ったら黒だったっていう、ライン入りしてたっていう状況です。はい。9番さん、俺そんなにか、なんだろう、理由しっかり言ってないかなっていうところなんですけれど、まあ、八幡さんが雑な黒塗りしてきたのってそういうことだったんかなっていうところだったよな。だって最初の、なんだろう、言うところで止まるって、そんなところで黒塗りするって。まあ、今思えばそういうことだね。まあ、でもうまかったなと思うんだよね、6、8のあのライン切りの仕方って。はい、6、8は確定で、5番さんで落ちればいいんだけど、落ちなかったら4番さんっていうことになるんで、で、どうだろうな、村目線、占い師行くのかな、このまんまだったら。まあ、黒出し合ってるっていうことを考えれば、逆に、黒出された方行くべきだと思うんで、私は8、村目線も飲めると思うんだよね。なんでかって言ったら、まだ、これって3人狼いるでしょ。で、6、8でもう一人いる可能性があるんですよ、村目線ね。っていうことは、占い師を残した上で、もう一人4番さんになるんですけどね、ここでは。
うん、8番さん言ってください。あの、キューバさん、7番。3番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。あの、ちゃんと聞いてくださいね。はい、まず6番さんが2セット分かりましたってなった時に僕目線の話ですよ。6、8が2セットだった場合、7番さんがなんで陣営が違うかっていうと、6、7で同じ陣営だったらわざわざあのどうせ囲うんだったら6番さんが8に飛ばす必要ないんですよ。そんなムーブする必要がなくて普通に7番さんにすればいいんですよ。どうせ囲うんだったらね。で、なんで7番さんに出せな、なんで7番さんに出せなかったのかって言ったら、7番さんでもし占い師が出た時にダブル破綻するんですよ。6番さんが破綻して、で、7が8黒出していれば、これも人狼ほぼほぼ終わっちゃうんで、だから7番さん飛ばして8に行ったのかなって思ってますね。で、なんで8番さんが出なかったかって言ったら、8番さんがもし出るっていう任せてしまうと、9、1、2になって破綻のリスクめちゃくちゃ高くなるんですよ。だから6番さんが8に飛ばし、8を囲った、で、そうせざるを得ない理由を作ったのは4、5のどちらかに、相方がいるからっていう風な考察なんですけど、だから7番さんを省きましたってところですね。で、8番さんはさっき6の1個飛ばし占い、これセオリーでしょみたいなこと言ってたんですけど、8番さんって1日目の一番最初にそれで叩いてたでしょ。だって6番さんのこと、もう矛盾してますよ、その発言。ここに来て。これでシーン終えるんですかね、正直。うん、って思ってますけどね。だから俺の予想としては5番さんで落ちてればいいんだけど、6、8、4かなってほぼほぼ思ってますね。で、4番さんの黒予想っていうのは、2番さんを2世でしか追ってなかったんですけど、まあ、それはそれでいいのかなって思ってるんで、これ普通に6、8詰めて終わんなかったら4番さんって感じですね。はい、以上です。って、以上です。ってか、もうこれで、あの、8番さん矛盾してないんで、これも外したら結構やばいなって思ってますね。はい、6いきます、6。4番のプレイヤーが発言します。気になったのは6番が2、3、4提出で、で、3番が今、あれか、6、8、5が沈んでなければ4っていうところか。沈んでなければって発言的には、しんぽいなと思ったが、2番で3浪残ってるという発言が確かあった。で、8番については、2番は訂正したにもかかわらず、2番の出現で2、なんだっけ、その3、4は、あの、同じ、なんだろう、こう、陣営じゃないかって言ったけど、それは別に占い師出揃う場面、の前のとこだよな。あれ違った？沼ってんな。沼ってんな。おい、沼ってんな。俺、本当にもうスムラなんだ。もう約束すかすようで申し訳ねえけど。うん。てか、もう出てるからね。いいか。スムラっす。で、どうすっかな。で、7がね、2、3、新って見てんでしょ。7がもう村だったら、5も完全に確定で黒なんだが、俺目線。どうすっか。5で沈んでるとは思うが、6、7が、まあ、6黒だとして、7同じ陣営だったら普通に7白で打てると思うんだよな。2言葉しか。くせえな、やっぱり、6、8の方が。で、これ占い師残してえな。うん。俺占ってもいいし、7占ってもいいし、うん。8いく、8。8、8、8、8、8。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは8番、8番の遺言を発表してください。あれ、これ5番か8番でする出るの？はい、8番パチです。よろしくお願いします。うん、そうですね。自分目線23ってのは黒確定してるんで、昨日の投票結果見るからに、2と3っていうのは、うん、昨日4、5、7の投票1から、うん、5っていうのは外してるあたり、5、狼あるんじゃないかなと思っている。うん、だからまだ、もし、5、狼で落ちてるっていう可能性大であれば、まだ、うん、村人目線、うん、まだゲーム、勝てる可能性あるとは思うんで、ほんと頑張ってほしいかなと思う。うん、待って、縄足りるよね。2、3、狼でしょ？で、今日、仮に9噛まれたとして、で翌日発砲なしだとしたら、1、2、
うん、まだゲームは続けられるんで、うん、翌日は兄さん。夜が更けました。人狼に気をつけてください。明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。7番、9番のプレイヤーが発言します。はい。何が起きたの？普通に噛まれたんでしょ？どういうこと？なんで俺噛まなかった？うん、ロックが入ってるが、疑ってっから。なんか僕を2番だったから疑ってっから、撃たれると思ったんじゃないの？狼の動きなのかなっていう印象でした。うん、安定策いけば。四角白なんだね。これは安定策だよ。これさ、四角白ならさ、八、三位よいの。あと決戦投票。どっちかで終わりそうな感じもするけど、気のせいかな。安定策取って話聞けばいいだけ。四角白。あとは九番で決めろ。なんか。でもさ、なんか、二番三白って言ってなかった。2番3白だったらさ、2番さんさ、もうあの6で終わるからさ、2番から死んでくんないっていう話もあるね。まあちょっとみんな意見聞いて考えたいと思います。それぐらいかな。以上。2番のプレイヤーが発言します。はい、4番さん白、4番さん白です。申し訳なかったです。ほんまにこのゲーム、ずっと終始なんか4番さん疑ってましたっていうところ。はい。まあ一応、キューバさん、役なんで、言っときますね。キューバさん、絶対釜、どうなんだろう。カリウドなんかなと思うんだけど、それだったら、狼普通に釜なかっただけだと思う。別に、キューバさんを、怪しむとかそういうあれじゃなくて、うん。まあ、私目線、もう6番で終わりだと思ってて、4番さんが白って出た場合、5、6、8で終わりなんですよね。うん、ということで、最後は6番さんつって終わりっていう状況です。はい。はい。今馬さん申し訳なかった。なんでやろうなと思いながら、そう。ちょっとね、思考ロックしてたって、4番さんにちょっといろいろずらずら、ちょっと詫びの言葉言ったけど、5番さん、4番さん、7番さんで、ついち上がったじゃないですか。4番さんが、そうなんだよね、5番さん、9、5、9、2で、見てるっていう発言しちゃったんですよ。ああ、そうかと思いながら、どうなんやろうなって、ずっと悩んで、入れるんだったら4か5。だったんですよね。7番さん俺白だと思ってたんで、まあ結局今回噛まれちゃったっていう状況なんで、まあちょっと悩んだ結局もうそのままにしちゃったっていうところで本当に申し訳なかったです。今回6番さんに入れてください。それで終了です。はい、以上。3番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。2はもうちょい考察伸ばせますよね。で、なんで9番さん噛まれなかったかって言ったら、4が白なんで、6打たれたら終わるんですよ、それだけで。はい、だから9番さんを噛まないで、最後の盤面で安定進行を取りましょうって、2、3のどっちかつって、最後の盤面に持っていきたかっただけだと思ってますけど、単純に。はい。で、昨日の8番さんの発言の矛盾、また気づきました。8番さんって、なんか、いや、8、6、5に入れてないからとかみたいな、東京の発言してたじゃないですか。あ、違うか。あ、2、3が5に入れてねえからみたいな発言してたじゃないですか。投票結果見てみて、2、3、5に入れてないから、5もあるよみたいなこと言ってたんですけど、8、6も5に入れてないですよね。めちゃくちゃブーメラン刺さってるんですけど。はい。これでシーン終えるんですか？もう、何回も言いますけど。はい。安定進行するなら絶対2番さんから言ってくださいよ。はい、僕、負ける気しないんで、てか、この盤面で。てか、負けたらマジ村に申し訳ないと思ってるんで、100歩譲って行くなら2番さん言ってください。って思ってますね。うん。ていうか、これで、まだ安定進行行って飛ばしたところでって感じはあるんですけど、まあ別に
ラスト6番さんで縄足りるんで、2番さん行きたいならどうぞって感じですかね。僕釣りは飲めないですね。はい。あの村の勝利を2番さんに任せたくないっていうところです。はい。で、七神っていうのは、てかシンプルに、七神するメリットなくないですか、僕らに。7番さんだって6、8見てるんですよ。それだったらまだ4番さんとか噛んだ方が絶対にいいでしょ、どう考えたって。9噛んだりとか。9噛んでも2、3、どっちか打たれても絶対残るんですよ。はい、6行ってください。まだ 2ならまだ飲みます。6。4番のプレイヤーが発言します。よいしょ。仮に2、3がローローだとしても、まあ、PP 起きてねえんだよな。6、4、9が村っていうことになる。で、5で落ちてて、8落ちて、6だけ人道っていう可能性も、まあ、ある。うん。まあ、俺、2、3に C 置いてんだけどね。もう、とっくの塔に。うん。まあ、速攻で終わらせるんだったらっていうところと、まあ、負けたら俺がもう目が節穴だったっていうところで、まあ負けでいいかなって思ってるけどねって。6位って負けたら、うん、もう 2,3 で見てるよ、うん、あんだけ俺8888って6進じゃないのところ6進だと思うけど、ね、白角の 9,3 はどうすんのっていうところだが、まあ普通に9神に行かなかったのは意外だったね、うん、さてどうするか。66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 
そりゃ4番さんの言うとおり6つ打ったら終わりますよ最速で。だって村負けるんですもん。2番と3番が狼なんで4と9残ってももう PP なんで負けなんですよ。わかります？2番さんからまず釣っていいです。まず、あ、2番からっていうか3番から釣りましょうか。だって3番が2残したくない理由って2番残したら絶対狼負けるからですよね。発言が弱くてって、もう自分でも言ってますよね。村負けるとか2が残ったら村負けるって。だって6番もそんなに発言全然伸びないのに6と2戦わせるのが嫌って3番自分が残ったら絶対勝てるって思ってるからでしょ。3と2オオカミで、3と2オオカミだったらどっち釣られたらいい？みんなどっちって考える？自分が3と2のオオカミの仲間だったら発言強い3番さんの方残したいって思うし、3番も自分で残りたいって言ってるでしょ。であと昨日8番が構えた時点であの PP なってない、もう試合が終わらなかった時点で5番が狼っていうのはもう分かったんですよ。なので4、7どちらになってもよかったし、4、7も村だったんだっていう衝撃が走った。今日は3、6死んでしょ。4が、2が出現してるのになぜか村が6の死んを追わないっていう、驚くよね。うん、それは俺噛んでくるわ。うん、俺が見せさえすれば2番の票が届かないんだから、兄さんに。これで村負けね。6番の心の声聞いた方が良かったよ。しました。はい、村負け。追放されるプレイヤーは、ゲーム終了。人狼陣営の勝利です。3番さんが辛辣で俺泣きそうだよ。いや3番さんうめえ、マジで3番さんうめえ。やべえやべえ。4番4番さん言ったじゃん、2番人狼でいいって。安牌よ安牌。先輩や、ちゃんと言って。が弱すぎた6の。悪いんだけど、6死にが見えないんだろうか。怒るよ、驚くんだけど。いや、あとね、嘘だろ、村がよ。8が言うより2が破綻してんだろ。占い師じゃないだろ。で、俺が管理したんだから2が偽だろ、多分。いや、俺ね、2行って3とのファッションバトル見たいなって思ったんだけど、冷静に考えたら、俺絶対噛まれるから、見れねえな。で、俺8のシーンも切ってたから、もういいや、6でって。ごめんね、悲しい。てか、ナイス毒殺したの。ああ、いいですね。あと、一個、皆さん、教えてもらっていい？カリウドのやり方がわからない、僕。黒くなれ。カリウドは黒くなれ。黒くなんの？黒くなって、黒出しされたら、そのまんま、釣られて発砲で。なんでやったって、あれ、5番は陣内じゃねえの？いや、でも、役が潜伏してるときって、偽占い師黒出しにくいんで、あんまり白しか出ないと思うんですけどね。まあ、それはそれで戦いにくくなるからいいんじゃないですか、狼陣営が。あ、まあまあ、確かにそれはあるですね。片白だったらもうありえないぐらい黒くなって、片白じゃなかったら、ちょっと考察伸ばしてって感じですかね。どうですか？あー、なるほど。
ありがとうございます。まあ、先般が言うあれなんですけど、ごめんなさいね。あ、全然全然大丈夫です。なんか、8番さんごめん。あの、8が悪いとは言わん。俺が悪いんだけど、あれ、なんかその、2番の失言って、あれ失言だったんか？僕なんか2番さん、なんか言ってなかった。2番さん3、4言ってたんで、俺それつこうかなと思ったんですけど、めんどくさいなと思って。ああ、3、4は違うよ。赤いラインの話してただけで。うん、赤いラインだったね。あ、ちょっと冗談で言っただけです、あれを。一瞬で。3番の心臓の音を、あの、黒目にもっと見てたら、普通に、俺ごめん。あの、2から言ってたかもしれん。あれが、あのね。4番さんでも初日のあの、2、5ラインは立ってたね。え？え、2と5のさ、黒位置は立ってたんじゃない？あ、そうだ。うん、でも俺は結局、あ、6が消えちゃった。あ、女の子がいなくなっちゃって。なんか何に決まってんだろうよ。してくれんだよ。6が死んだのに、6の死ん切ってんだから。6の死んはいないだろう。お姉さんがいますよ。そこをどう見れば、6が2世なの？え、7番さん。すごい白の天使やと思った。あー、そっか、7番さんいた。ごめんごめんごめん。むっちゃ発言が白いんですよね。ホワイトだったな。でも6もホワイトだったな、割と。つったけど。なんか6落ち着いてたな、怖えな。女の子なんだけど、そんな怒り狂わないでしょ、そんな6番さんの感じだと。